皆さんこんにちは。こんにちは。野村総合研究所首席研究員三友茂樹です。進行役をサポートさせていただきます SDGs 並みのカマニーです。よろしくお願いいたします。今回はボトムアップ型学び方働き方の構築についてお届けしたいと思います。それでは三友さん、概要の方を説明よろしくお願いいたします。野村総合研究所では新型コロナウイルス感染症拡大した2020年の5月から7月にかけて50本ほど緊急提言を出しました。その中で、まあ、我々は新型コロナウイルス三位一体ショック最高戦略研究会と称しまして、駐在の方、世界にいらっしゃる方を中心にウェブネットでですね、議論しまして、どのような最高戦略があるかとして処方箋1から5というのを出しました。今回はそのうちボトムアップ型学び方働き方の構築について議論しております。まあ、当然のように新型コロナウイルスというのは我々の常識というのを全て変えてしまいまして、まさに学校も休校になりましたし、それは日本だけでなく世界的にそうです。でさらにこうリモートワークなど、本当に働き方っていうのも変わりました。でこれは職場、家庭、地域、あとは世界、大きな変化をもたらしておりますので、まあそれらを今回の変化を前提にしながら将来を見据えてどのように構築していくかっていう議論をしたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは早速ご覧ください。評価の根拠であったりっていうのは全部その場で発表してもらっています。学ぶ力を小さい頃からつけている方が圧倒的にいいだろうなっていう、全体の予算減ってきますよね、きっとね。面白い授業できるのかしら。まあ、この機会にすごくみんな教育を考え直さなきゃいけないっていう機運が日本で高まってる、社員が好きな場所に行ってワークすることで最大の生産性を上げると、市長さんのね、トップがメディアをうまく活用できてるかどうかなんですはい、ここからはレジリエントなニューノーマルとしてのボトムアップ型教育をテーマにお届けしたいと思います。ここからのゲストは4名の皆さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。それではお一人お一人自己紹介も兼ねて、まあ、一言ずつお願いいたします。まずは読みください。はい、慶応義塾大学大学院リーディングプログラムで講師をしております米倉と申します。よろしくお願いいたします。はい、皆様今日はよろしくお願いします。株式会社チャレンジ&グローを代表取締役で中小企業診断士を独立してやっております小紫恵美子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。有限会社ラウンドテーブルコム、柳沢富夫と申します。企業と学校をつなぐ活動を続けています。よろしくお願いいたします。はい、同じく有限会社ラウンドテーブルコムサステナビリティ推進室の木村京子と申します。よろしくお願いいたします。はい、本日はよろしくお願いいたします。それでは早速中身に入っていきたいと思うんですけども、今回新型コロナウイルスのパンデミックによって我々の常識というものは大きく覆された。そしてこの教育という分野も大きい影響を受けて、学校は休校になりましたし、あと今後のですね、どういう教育システム
っていうものも見直しが今あると思うんですね。でなおかつ今からこうデジタル化DX っていうものがこう教育の分野にもどんどんどん入ってくる、という部分も含めてちょっと皆さんにご意見をいただきたいなと思います。ではまず最初に柳澤さんの方に、まあ、このコロナウイルスを受けて、この教育現場の今の現状も踏まえて、ご意見いただければと思います。はい、コロナウイルスでね、休校になってしまって、うん、学習の機会を失ってしまった子どもたちがたくさんいるかと思いますけど、まあ、政府も、ね、積極的に投資を考えていただいて、ギガスクール構想ということで、一気に、今までは公立はなかなかこうパソコンが入ってこなかった状態だったんですけれども、まあ、進学校の、ね、私学がどっちかというと、そういったファシリティを整備されていて、進んできていたんですが、一気に今年度、公立学校のところに来るというところで、現場の教育委員会の方々も、大変な思いをされているんじゃないかと思います。まあ、これからそのパソコンの使い方ですね、教育が DX になった時にどうなるかっていう姿の議論が始まろうとしている段階かなと。まだまだ煮詰まってはいなくて、皆さん錯綜されている状態なんじゃないかなというふうに思います。はい、今コロナウイルスを受けて、こうリモートが増えたじゃないですか。でそこで一つなんか注目されているのが N 校と呼ばれるものがあると思うんですけども、じゃあちょっと N 校について教えていただければ。まあ、N 校の経営者じゃないんで中身まではちょっとわからないんですけど、まあ、その多分きっかけを作った動きは、私が2000年にですね、実はバーチャルハイスクールというものに挑戦しました、その学校だから今年で20周年ですね、株式会社で設立して、その当時はどこの省庁も認めていただけなかったので、無認可で株式会社立でやって、米国の高校とライセンス契約をして、インターネットの中だけで学習していくんですけれども、きちっと記録を残してもらって、学習ログという記録を残してもらった上で、単位を上げて米国の高校の卒業をさせるというものをスタートいたしました。当時はなんか不登校児のための学校だろうみたいな扱いで、各メディア、ほぼ全メディアにテレビで報道されたんですけれども、まあ、ちょっと曲解された感じがします。で私はでもその頃から見ていたのは、本当に DX が起こった時に教育現場どういった学校がいいのかなということで、理想の学校を作ったつもりなんで、まあ、その頃から多分 N 校さんの方向性というのは決まっていたのかなと思います。当時も門川さんの方も私ども役員室でいろいろ議論させていただいておりましたので、ただ N 校の場合はきちっと学校法人、沖縄の学校法人をの中に入り込んで、そこを拠点として学校法人で学校を作られたという流れだと思います。で私学ですよね、どちらかというとね。で、まあ、さっきちょっと話しましたけども、そういった特殊な私学っていうのは作り込むことが、割と簡単にできるんじゃないかと思いますが、まあ、今この公立がね、今の時代これでどう変わってくるかっていうのが、次のステップちょっと期待したいところですか、けど一気に公立が N 校になれるかっていうと多分いろんな問題がはらんでいまして、そこまで急にはいかないと思いますけれども、まあ、徐々にですけどもそちらの方向に向かうんじゃないかなという意味では、N 校さんとは素晴らしい活動をされているんじゃないかなと思います。では次に紫さんと米倉さんに逆にこう教育現場の教える立場のご意見をいただきたいんですけども、やっぱりこの今回のコロナを受けて大きく変わった、どういった点が変わってどういった点が今後必要だと思いますか。まずは、どうですか。
はい、ですね、私はあの大学院の方で今もう9年ぐらい教えているんですけども、カリキュラム自体はもちろんちょっと急なので、うん、特に変更は今年のうちは難しかったんですけども、もうそもそもの授業回数が若干カットされていたりとか、うん、であとはもうZoom 講義も今年からもちろん始まったところではあるんですが、完全にやはりそこだけでっていうのは難しいところもあって、実際に会ってその場で決めていくことであったりとか、人と人とのアクティビティの部分っていうのは Zoom だけではやはりオンラインではやりづらいわけですね。でいうとそこの部分だけはどうしても集まらざるを得ない、うん、でまた私の講義ではないんですが、特に実験を伴うような理系のところですと、やはり何回かに1回は研究室に集まらなければいけないとかっていうところも当然出てきますし、そのあたりの住み分けっていうんですかね、そこはやりながら模索をしていってるところですね。であとはその事業をどう組み替えていくかっていうところもこれから必要になりますし、あとはLMS というラーニングマネジメントシステムというところも、慶応も、今度のこの秋からですね、キャンバスという世界で一番使われている LMS があるんですが、それを秋から導入しまして、でそこからもう宿題の提出からカリキュラム管理、出欠管理で、まあ、生徒も先生もですね、Zoom と WebEx はそこから全部使い放題で使えるようになったりとかですね、そのあたりでいろいろ取り組みは始めています。相当だけどこうですか、スピード感からしたらかなりなんか設備がしっかりしてますね。そうですね、まあ、大学自体がですね、やはり自由なところもあって、うん、そういう経験のある方々はそれなりにやっぱり数はいたわけですね。でそれは生徒側も院生生徒側もみんな同じでしてね、うん、なので特にそこでその導入にあたって混乱をするっていうのはあまり聞いたことがなくてですね、うん、いかにその学びの場を確保するかっていうところを、この例えば効率化であったり、その効果であったりっていうところを今模索をしながらやっているところです。ありがとうございます。大瀬さん、どうですか。はい、ありがとうございます。私も普段は結構企業研修が主 で、ただ年間に、例えば前半前期に大学で講義を私日本女子大の方でリカレント講座を1講座持っていたりだとか、あとは産業能力大学の方で通信教育ですねのスクーリングなんかを担当してるんですけれども、全般的に言って今年のその4月5月は3、4、5あたりがすごい混乱はしていたものの、うん、今米倉さんおっしゃったように大学は何しろ対応が早かったっていうところがとても印象的で、とにかくその学びを止めないっていうところで、試行錯誤はもちろんありましたけれども、 Zoom による講義を開始したのは本当に早かったですね。だからどちらかというと大学教員の方が対応がねこう大変だったりだとか、そういったことはもちろんありまして、でいろんな問題はあるんですけど、端末の問題ですとか、あとまあ情報リテラシーの問題とかはあるんですけども、うん、とにかく始めるっていう意味においては頑張って対応したところが多かったんじゃないかなっていうことはすごく感じています、うん、で一方で企業研修がどうだったかっていうと、もちろんその対応したところもあったんですけれども、やっぱりこう対面で研修してたのが主だったんですよね、うん、なのでまずとりあえず4月5月の新入社員研修は延期にしましょうっていうところがやっぱり多かったのかなというふうに思ってまして、で6月ぐらいからですかね、なんかこう、まあ、もちろん新入社員研修に端末を皆さんも揃っていて、うん、オンラインでやりましょうっていう企業さんももちろん中にはあったんですけれども、4月5月は結構とにかくまあ緊急事態宣言も出ているし延期でっていうことでっていう、延期ないしは中止が多かったんですが、6月7月ぐらいからやっぱりこう立ち上がってきて、オンライン研修がまあ5割を超えるっていうところが多かったように思います。ただやっぱり都内と地方とでの差みたいなものもあったかなっていうことは思いますね、うん、その辺はだからそのインフラの整い方とかそういったことも影響してたのかなということは思います。
なるほどですね、はい、うん、まあ今の お話を聞いて、お二人ですね、うん、聞いて思ったのがやっぱ自由にチャレンジできる環境があるところは、うん、まあ、かなり今回の設備が進んでるのかなっていうのはすごく思いましたね、うん、やっぱこのインフラを整える上でやっぱそこにはやっぱお金っていうものもやっぱ必要になってくるじゃないですか、うん、であと柳沢さんが言ったように、まあ、教育の現場っていうのは、まあ、私立だけじゃなくて、まあ、公立っていうのはほとんどですので、まあ、そこをどう変えていくか、あとやっぱりこの体質ですよね、うんうん、教育現場のこれ変えないと多分対応できないんだかなって思いました。そこら辺ちょっと突っ込んで話していきたいと思うんですけども、実際のその、まあ、DX はもう絶対にしないといけない、教育現場だけども今邪魔している部分っていうのは何だと思いますか。実際にですね、今私どもの会社で実は品川区さんが、はい、一生懸命プロジェクトベースドラーニング型の SDGs のカリキュラムを構築したいというご要望がありまして、それのお手伝いをさせていただいております。で、まあ、品川区のある中学が、東京都がこう予算を出したのかな、SDGs のカリキュラムを作ることに予算を出されていて、それに手を教育委員会が手を挙げられて、品川区の中学の校長先生がそれにじゃあ参加しますという形で表明されたので、じゃあお手伝いしますという感じでトントントンと来たんですけど、まあ、それがまずですね、一番最初に僕がまずもその文科省関係の方をちょっと連れて品川区の教育委員会にお邪魔したんです、はい、でこれから SDGs の教育やらなきゃどうしようもないですよってお話をしたところ、まあ、お話聞いてくれて、その年のそれが2月だったかな、でその年の4月に教育委員会の中にまず一人SDGs の担当者ができたんです。これが多分大きかったんじゃないかと思います。実際にやったのは、まあ、カリキュラムの構築のための、まあ、原案を、まあ、ご提案して、でそれを先生方で叩いていただいてというところから始まり、今先生方の研修をしている最中です。でも先生方も実際これからまさにその機械類が入ってくるのと同時にです、まだ現場に入ってきてないんですね。そうなんですか。予算は取れたけど現場に機械まだ届いてないんですけど、これから多分入ってきて来年の春から使えるようにしたいとはおっしゃってますけれども、まあ、どうなることやら、まあ、その準備とこの SDGs のカリキュラム、新しいカリキュラムを作るっていう準備と、もう2つが重なっちゃった状態で、もうてんてこまい状態なのかなとも思っております。で、もうでも一生懸命やってらっしゃる先生方もいらっしゃるんですけれども、まあ、僕らもこれでうまく回るかなとは思ってるんですが、まあ、若干ですね、中にやっぱ反対される先生方もいらっしゃるか、新しいことにこうなかなか挑戦されないという方もいらっしゃるんだと思います、ね、まあ、そういう方々をどうやってこう味方にしていくかっていうマネジメントっていうのがこれから現場に問われてくるのかなというふうに思いますね、はい、反対している部分っていうのは具体的にどういった部分が、教え方は全く変わっちゃうと思うんですね、通信環境が揃うことによってコミュニケーションの仕方、さっきコミュニケーションの仕方がちょっと違うって話がありましたけど、まさに違ってくるので、今までのティーチングっていうところからコーチングっていう考え方に変わっていかない限り、これ使い切れないだと思うんです、うん、でそこの概念の切り替えってところがまだまだ先生方は今まで何しろ教職課程で育ってきてらっしゃる先生方、うん、ティーチングに特化したところでトレーニングされてますので、コーチングという概念がまずわからないし、うん、それによってチームで学習させる術なんていうのも習ってないわけですね、うん、個別の学習が効率よくうまくいく方法はノウハウはあるんですけれども、それを束ねていろんな個性を認め合いながら、チーム力を上げるみたいな、そういった企業に求められているようなトレーニングの仕方っていうのは現場の先生方は全く体験したことがないので、そこの概念を身につけていくっていうのがこれからの課題なんだろうと思ってます。なるほどですね。
そうですね、やっぱり法律の面っていうところも当然出てくるのかなと思うんですね、うん、そこまで法律詳しいわけではないですけれども、うん、おそらく学校ではこういうことを学校で教えなきゃいけないとか、うん、先生はこの範囲は先生が直接教えなきゃいけないっていうような法律なのか、例えば暗黙の了解のような縛りなのかっていうのがあって、でなかなかそれをですね、今の例えばオンライン化であったりハイブリッドだっていうところに移行するっていうやり方がまず模索中であったりとか、どうしていいかっていうところもツールも含めてですね、整っていないっていうところがあって、でおそらく現場の先生もやりたいと思うんですよ。ただこれをやったことによって、例えば先進的な取り組みをしたことによって、例えば学校で例えば単位が認定されないであったりとか、その学びの差が出てしまうっていうところは結構恐れているところでもあるわけで、ある意味そこのところは国文科省ですかね、そこが主導してですね、この部分はじゃあオンラインでやりましょうであったり、この部分は共通の例えばオンラインのビデオを見せて取り組ませて、まあ学習をしてもらって、でこの部分は先生が例えばオンラインでも対面でもいいのでフォローしましょうとかっていう、そういう例えば住み分けができるような形、ガイドラインというのができるともっとやりやすくなるのかなと。それを各学校がおそらく違うことをですね、公立私立含めてやるとですね、言ってみたら学校ごとにもう完全に差が出てきてしまうわけですよね。だからそこはうまく政策としては整えていった方がいいんじゃないかなっていうのはありますね。なるほど。多分文科省さんもすごくそういうことは意識されてるし、多分議論も始まってると思いますよね。で多分それが、まあ早い遅いはあります。で全国一律っていうのはなかなか時間は当然かかるとは思うんですね。でちょっと私が思ってたのは、まあ、大学が早かったっていうとですね、大学の先生ってまあ教育だけ教えることだけじゃなくて研究もやってますので、まあ研究者同士のネットワークとか学会とかですね、もうそれこそ世界とともにやってるわけですね。そうすると世界で、やってる、さっき米倉さんおっしゃった LMS のキャンバスとか、柳沢さんたちやってるムードルとかですね、まあ、そんなのは向こうではしょっちゅう使っていて、そんな話題も出ていて、まあ、当たり前にそういうことをやってる自身たちが環境があって、でまあ大学の教授がいて事務の人がいてってことですから、教授がリードを取って比較的できたんではないかなと。で企業はですね、それは多分差があるんだと思うんですね。そういうことをされてる企業さんとそうじゃないとこで多分違うし、で私学はですね、もともとそういう海外のところを見ながら作ってたところがあるので、まあそういうところがコロナで変化すればうちもうちもということで、多分早くなるんではないかと。ですから、でただその法律とかですね、それ以外のところがどうなるかって一番大事なところでもあるので、そこがそのよく言われるですね、改革だと、今までのお店を捨てろとか、もう一回教育し直すとか、そういう方法もありますが、一応その NRI のこの提言ではですね、できればそのボトムアップで、まあ、そういった部分もですね、サポートするような DX っていうのは、いっぱいいろんな人が考えてる、柳沢さんたちも考えて、皆さん考えてるので、そういう意味で先生方が、まあ、今までのような調子でやりながらもですね、新しい部分が上手にできるような、そういったツールっていうのはちょこちょこ出てきてますから、うん、まあ、そういうものを上手に導入していただいてですね、あんまりそのストレスで私はダメだとか、いや先生方も大変なんでそういうことを思わずにもいけること、方法も模索できないかなと考えております。なるほどですね、うん、それを踏まえてちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど、 DX を取り入れた教育っていうもののメリットの部分をぜひお聞きしたいと思います。木村さん、すみません、ちょっとメリットに行く前にですね、はい、今皆さんのお話を伺っていて、大学でも企業でもまた小中高でも同じだなって感じたんですけれども、なぜ DX が日本の教育では進まないかって考える前に、一体何のために DX をするのかっていうことで、DX は目的ではなくて手段ですよね。で私はラウンドテーブルコムの授業をお手伝いするようになる前は、渋谷にあります通信制の高校で学習コーチという仕事をしていたんです。私も作ったの。今年20周年になるんですけれども、でその学校ではまずティーチャー、先生というのがいなくて、
コーチという人がまあいるわけなんですけれども、あの卒業するとアメリカ の, だあの高校の卒業資格が取れるんですが、あのそこではオンラインとあのオンサイトのハイブリッド の, あの教育をしていたんですね。で、あの基本的には入学してから卒業するまで全てオンラインで卒業することもできるんですが、でもあの教室ではワークショップという授業というのにワークショップというのを常に開講していて、でそこに来てみんなと一緒に学ぶこともできると。でこうオンラインとオンサイトをこう自由にこうシームレスに行き来するためにはやはり DX が進めば進むほどそこの壁がなくなるということ で, で、やっぱり教育っていう学びっていうのは自分との対話という自分の中を深くこう掘り下げていく部分と他者と関わってどんどん広げていく部分っていう両方があって教育だと思うんですよ。で、他者と関わるにはそれは対面の方がいいに決まってるんですね。で、だからもし学校に来れるならみんなと会えるならやっぱり来てほしいと。でも自分一人でこう掘り下げる部分は別にオンラインでもいいんですね。で、コーチが、そのサポートをするっていう、これをもうオンラインでもよくって、ですからその学校ではコロナで来れなくなっても今まで通りにオンラインでスムーズに進めることができました。なるほど。で私は高校の時にアメリカの学校に少し行っていたんですけれども、はい、でもちろんその頃はインターネットもないんですが、今言ったこの2つの教育というのをきっちりやってたんですね。なので別に DX はもちろん技術、科学技術、またビジネスの面もあり、いろいろな部分がありますけれども、そもそも教育をどうするのか、そこがあれば何のために DX やるのかとか、 DX 進まないじゃないかっていうことには本来ならないのかなと思って、あ、この機会にすごくみんな教育を考え直さなきゃいけないっていう機運が日本で高まってるのかなって感じます、今言ったまさにその2つの側面っていうのがこれから教育に問われる、意識しておいてほしいところだと思います。で、個人の学習はよく機械が入ることによってアダプティブラーニングということになるだろうと、個別学習、個別指導学習みたいな形で言われてますけども、要は一人一人の才能に見合ったタイミングでそれが学べるコンテンツが、出てくると。でそれに対応していけば自分の才能を伸ばしやすくなるというか、アダプティブラーニングという考え方があります。でこれどうです、学校でできてます、ね、塾が先行してますよ ね, そうですね、完全に塾が先行していて、日本の家庭は塾にもお金を払い、学校にもお金を払い、二重に払っている状態、でアダプティブラーニングが今塾進んじゃってるわけですよ、大学進学率の偏差値も全部塾側が持ってるわけです、データ解析はすでにされちゃってるんです、学校勝てますかって話です、で今逆に言うと塾は学校がそれを売りに中に入って、塾の教科がこう学校と連携しながら運営されているという状況に、そこで多分アダプティブラーニングは生き残っていくんだと思います。でもう一つですね、これがね、せっかくみんな集まるのに、せっかく自治体があんだけの校舎あるわけですよ、場所は。でしかもこれが少子化していって、場所は有り余ることが、あるっていう状態で、そこで何か活動ができるようなことをきちっとカリキュラムとして捉えていくと、今まで部活でほったらかしされてたんです、評価も何もしてない、はっきり言うと。でも本当はそこがあるから成り立っていたんですけれども、そのコミュニティで何か活動することに対してそれをカリキュラム化していって、でそれをきちっとデータを取りながら学校全体のデータ DX を豊かにしていくという施策を取っていった方がいいんじゃないかなと思いますね。今そこが多分勝てる、塾に勝てる、学校が生き残れる場所かな。でそれで僕はプロジェクトベースラーニングっていうのをお勧めしているし、そこの中にSDGs っていう概念を入れると子どもたちの目が輝いてくれるので、そういった科目を増やしていこうという活動を、全国の先生たちと共同で一緒にカリキュラムを作りながら進めているという状態です。プロジェクト何ですか？
プロジェクトベースドラーニングっていうのは、多分皆さん社会人になってやってることです、はい、今日も皆さん撮影の方とチームでやってらっしゃいますよね、はい、でこうチームで一つでも部品がないとこれ撮影できない状態ですから、はい、それをきちっとチェックしながらこういう本番に動いてるときちっとそのバックキャスティングをしながら、ね、完成する作品をイメージしながらそこに行く作業を全部作業工程を分割して、うん、きちっとそれをみんなで意識し合いながら最後のゴールに向かって走っているわけじゃないですか。これ仕事の原点ですよね、うんうんうん、でそういった考え方が学校に多分出来上がればノウハウがそこ入っていけばいい、そうですね、そこの、ね、カリキュラムが入って、うん、科目が入っていけば十分作り込める、うん、僕は思うんです。概念だけなんです、うんうんうん、ノウハウを1回覚えてしまえば、プロジェクトベースラーニングのノウハウを覚えてしまえば、そこの上に科目 の, 先生方の専門性を入れていって膨らませていけば、もっともっと面白い授業が作り込めて、かつ下手したら子どもたちの方から三友さんがおっしゃってるボトムアップ型の SDGs のプロジェクトがですね、学校現場から出始めて、でそこに親御さんが参加して、地域の人が参加して企業が支援するみたいなことが起きてくるんじゃないかな。あ、非常に分かりやすかったですね。今のお話でいうと、その子どもたちが学ぶ力をつけるっていうのはやっぱすごく大事だなと思っていて、というのは企業研修をやってる現場からというところで言いますと、先ほど木村さんが自分との対話とそれから他者との対話っていうことで言うと、やっぱり私も企業研修でどちらかというともうティーチングというのはもう昔からあまりなくて、現場でファシリテートするっていう方が多いんですね。でやっぱり個人ワークと、もちろん私から伝える部分っていうのはあるんですけども、個人ワークとグループワークっていうのをかなり多く研修の中では取り入れています。で、先ほど竹山さんおっしゃった、メリットですよね。オンライン化 その講義になってメリットとしては、個人学習というかその個人ワークのところは結構深くできるようになったのかなというところがあります。なんかこう教室の中で、お部屋の中で皆さん何か質問ありますかって言った時に、はいって手を挙げるのって、結構やっぱりね、遠慮される方が場の雰囲気で押されてちょっと言いづらいので、後で休み時間に個別に先生に聞きに行きますみたいな人は多かったんですけれども、チャットなんかを使うと非常にこうどんどんね、質問が飛んでくる、書きやすい、問いかけをしやすいっていうことで、それで言うとこう結構講師との対話もできるようになったので、個人での学びっていうのはやっぱりやりやすいっていうところが、先ほどのねアダプティブラーニングじゃないんですけど、やりやすくなってきた面があるのかなというふうには思っています。ただ一方でグループワークっていうのは本当にまさに先ほどおっしゃった通り、それはあってやった方がやっぱりいいですよねっていうところがあって、もちろん代替は可能なんですね。Zoom のブレイクアウトセッションだとか、そういったこともできるようになってますし、討議をするっていうことは可能なんですけど、今度はみんながその場に出てきていない状態で自分のプライベートスペースからやっぱりこうワークをやるっていうことに、話をするっていうことになるので、一堂に集まって場が温まるっていうのとはやっぱりちょっと差があるなと。なのでこう出てくるアイディアだとか、そういうことっていうのは、どっちがいいかは分からない、一概には言えないとは思うんですけど、やっぱり差はあるだろうなというのはあります。でもう一個思うのは、なんていうんですかね、こう場に集まっていれば、例えばその場の中でできてきている話し合いであったりとか、それからアウトプットで書かれたことっていうものに対して、講師として結構こう介入をして、例えばこうちょっと書きづらそうにしている人に声をおかけしたりとかっていうことで、全体的にアウトプットのクオリティを高めていくっていうことがやりやすいんですけれども、どうしてもそのオンラインだとそこが届かない、手元が要は見えないので、変な話、さらっと受けちゃおうと思えばさらっと受けられちゃうんですよね。でそうすると何がキーになってくるかっていうと、こちらからこうできることってある程度やっぱりリミットがあって、学ぶ力の方なんですよね、ここの皆さんの。なので子どものうちから、その先ほどおっしゃったように自分で何かをこう学びたい、でそれに対してすごい興味があったり、ワクワクって言い方もねよくされますけど、興味があって、それに対して積極的に学んでいきたいんだって、そのためにはどういう方法がいいのかっていうのを
ご自身で考えていけるような力がついた人たちがどんどん社会人になってくると、企業研修の人ももちろんね当然上がっていくと思いますし、その、まあ、今後人生100年時代っていうねよく言われますけれども、まあ、いくらこう働く続けるっていうことをや働き続けるということをやっていく中で、当然学ばなきゃいけない時期っていうのが必ず人生何度かねこう来ると思うので、その時に自分の力を伸ばしていくのにやっぱり学ぶ力を小さい頃からつけている方が圧倒的にいいだろうなっていうのはすごく感じています、うん、はい、でその学ぶっていう時にやっぱりこの今までって個人、うん、その人で、うん、あの個社とかですね会社だって法人一つだったんですけど、まあ、だんだん多分こうチームになってプロジェクトごとに評価されることになってるんじゃないかなと、うん、人事評価なんかもですねやっぱりあの個社を評価していってもうまくいかないと、まあ、個人というのはいろんなチームに入りながらですね、そのなんか部分集合みたいなところで評価されるべきだっていう考え方もあるので、まあ、教育だって当然そういうことにはこう多分なってくるんですね。そうするとですね、多分これ、まあコロナでサイバーの空間しかなくなった時期があったんですけど、サイバーってどうやって発展してるかって言ったら、あそこもこうインターネットだった時代、個人個人しかなかった時代から SNS ってありますね、ソーシャルネットワークシステム、あれはその個人の価値っていうのがあそこで作られる。でその時に、皆さんおっしゃった通り個人個人のものと、あとネットワークして初めてどういう友達がいる人かどういうのに関心があるかっていう部分集合で個人が語られるシステムだと思うんですね。ですから多分教育もネットワーク化することによって、その非常にそのソーシャルネットワークシステムに近い意味で、あのサイバーの方もですね、人がいろいろこうどこに属すかとか、そのチームによってこう作られて育てられるっていうのができますし、で何より私らが多分 Facebook とか SNS で、とりあえずその会ったこ、今まで会ったこともないのにあのすごく親しかったり、自分の家族以上に最近のことをよく知ってる人ができたりしてますよね。でそれって家族だからっていうんじゃなくて、家族以上にも知った人をもっと親しい、そういう意味では親しい人ができていて、でこれこそが多分 SNS だと思ってます。でそうするとこれはその時間空間っていった時に、まあ、空間が関係なくなってるということは一つあります。であとはその、最後こうワーケーションでも何でもあのテレワークでもそうなんですけど、最後時間だけは合わせないと、あのやっぱりこう一緒に、何かをするということはできない。どこでやってもいいんですけど時間差は合わせなきゃいけない。でただあの柳沢さんおっしゃったように個別にあの学習を進めるんであれば、それはいつやってもいいという教材がいくらでもできているので、まあだから時間からも自由に自分だけを磨くんであれば時間からも自由にすることができます。ただちょっとその誰かとするときにアポイントメントを取って時間だけはお互い縛ってしなければならない。ただもっとそのいう意味でフェイス2フェイスで必要な場面っていっぱいありますので、そういう非常に大事な時に限っては時間と場所を限って会わなきゃいけないと。でそこら辺をその、木村さんおっしゃったようにやっぱり、デジタルっていうのは非常に、そこら辺を上手にシームレスできる手段ではあるということは思います。はい、それでは次に、まあ、今回緊急提言の中に伊賀市中電の推奨というのがあるんですけども、まあ、そこをちょっと三友さんにご説明していただきたいと思います。わかりました。あの5月から7月皆さんにも入っていただいて議論したんですけども、このギガスクールっていう取り組みがもうすでにあるので、まあ、スクールも大事ですけど一人一人のスチューデントに、まあ、しっかりした学習のデータをまさに個人情報保護最たるものをそれぞれが持って、ずっと一生涯使い続けることをできるようなものを作りませんかということをしてます。で、それはなぜかといえばコロナにもありました。例えばその学校でやった、健康診断のデータっていうのは多分 1,2 年で個人情報として捨てられます。ですから医療データもそういう意味では一貫してないのはあるんですけど、教育の方もしっかりです。で、あの公立の学校もそうですけども、例えば塾の受験をあのせっかく一生の試練でやったデータっていうのは受験終わってしまえばバーッと個人情報として捨てられます。
でも本当にそのデータを残していれば、人生の試練の時にこの子がどう戦った、自分がどう戦ったっていうのの分析もできますし、これほど素晴らしい試練のデータはないはずで、親御さんもお金も投じられたわけですから、そういう枠としてのギガスチューデントで、医療であればギガペーシェントみたいな意味のものが個人法人についてできないかっていうことを考えてまして、で情報入れてもですね、整理つかないじゃないかと。いやそう、整理するなんていうのは AI とかの得意技ですから、まあ、ある程度こういう情報はこう整理しろって言ったらザザザザッと並び替えてくれて、そこからうーんと考えればいいと思うので、まあ、このこういった意味で DX を使うべきじゃないかっていうのが、あの5月7月でやった提言 で今日はちょっとそういうものをもうちょっと深めたり具体的にできるといいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ではこのテーマについて皆さんにご意見いただきたいと思います。ではまずはそうですね、やはりいただきましょうか。あの僕のおすすめは今やってる授業の最後の5分、そのテキストデータでいいですから集めていただくということを習慣づけていただきたいと思います。これどの授業でも当てはまると思うんですけども、でテキストデータであることが今はいいと思います。これは画像データ動画データ重くなって後で処理が大変な話になりますし、今 AI が一番得意とするのはテキストデータの分析ですから、そこのテキストデータをまず集めていく習慣ができるかできないかがキーワードだと思います。でこれ単純なんですね。僕はそうさっき言った2000年に作ったバーチャルハイスクールはテキストデータでの学習の報告がなければその時間学習したと認めないっていうルールだったんです。それがなければ学習したと認めない、授業参加しただけではダメなんだ。でデータがあって初めて学習しましたねっていうところで、時間数で単位を換算していきましたので、そういった学校の作り方でしたから、まあ、確実にデータが集まったんですね。でも今現場ではそういった状況にないですから、もうさらっとその時だけのおしゃべりだけでおしまいになってるって、アウトプットするのはすごくいいことなんで、それは多分現場の先生たちやられてると思うんですが、今までデータを残すってことは習慣づけてらっしゃらないと。なのでそこさえできればいいと思います。実はね、昔あの面白い学校があって、東村山に太田小学校っていうのがあって、7年で底辺校からあのトップ校に、全国のランキングを上げた学校があったんですね。で7年っていうのが面白くて、7年ってだいたい教員の在職年数で、だいたい7年交代で転勤してくるんですね。で校長先生は普通3年なんですけど、そこの学校は校長先生が7年居座りました。そうすると7年で全員変わってるわけです。教員はこういうことをやるよって言って集まってきた先生たちで何か、そういった組織改革がまず行われていたのと、授業の工夫は必ず最後に、その時はアナログだったんですけど、必ず授業の感想、何を学んだかってことを書かせていた日記が残っていたんです。残念ながらね、あのそれに捨て捨てありましたけど、これ分析したら面白いのやなと思ったんですけど、あのでもそういったことをやったことで、本当にあのいじめが多かったり警察が出入りして、あの小学校が7年で全国ナンバーワンだったんですよ、すごい。単純な話だったんですけど、僕はすごく共鳴しました。その頃には僕はもうそのバーチャルハイスクールやってたんですけども、あのそういったことで頑張ってる先生方全国多分たくさんいらっしゃると思うので、それをぜひ DX してほしいなと思います。はい、じゃあ次木村さん。あの今の話の中にも、あの授業の最後に5分この記録の時間を設ければいいじゃないかというのがあって、本当に皆さんそう思うと思うんですよね、なんでそれができないのかなとか思うんですけど、あの実際本当にやろうとすると、あいいなと思ってやろうとすると、子どもはあ書かされてるって感じがするし、大人も記録大事だよ記録しなさいってもう口酸っぱくして言うの嫌になってくるので、お互い楽しくないかなんとなくできないんですね。であのイタリアにレッジョエミリア教育というのがあって、まあ、幼児教育だっていうことであんまり大人の方が関心がないかもしれないんですけれども、これ実は素晴らしくって、あの3つの柱があって、プロジェクトとアートとドキュメンテーションなんです。
ですね。でプロジェクトっていうのは本当幼児なんですけど、テーマを決めてそれを深く掘り下げるという、本当幼児でできるのと思うんですよ。できるんです。それで2番目のアートというのは、その後で外に出て行っていろいろな面白いものを見つけてこようよという拡散なんですね。で最後にドキュメンテーションって、でもちろん幼児だから自分でこう記録取ることはできないんですけれども、保育士が幼児のちょっとした変化とか表情とかをもう写真を撮ったりビデオを撮ったり、それを文章に起こしたりして記録をするってことが連中メディア教育の一番大事なところになってるんですよ。で今小学校中学校高校って上に行くほど多分書かされるの嫌いになってくるし、大人も言いにくくなってくると思うんですけれども、結局は自分がすごく書かされて嫌だったとか、そういう嫌な経験してるからそのまま大人になるから、その循環になっちゃうんですけど、まだ子どもが文字が書けない言葉も喋れない頃は大人が記録してあげると、お母さんだったらいっぱいこうそういう子どもの記録持ってる人いますよね。すごく素敵なもの作ってる人もいるし、で保育士さんもやっぱりそういう仕事だと思うんですよ、見守る仕事だと。でそこから自然にじゃあ子どもが書けるようになってきたら自分で書こうねって、記録をするのは楽しいことだっていう経験をしないといけないなと思ってて、もう大人のレッチョイメディアとかやったらいいんじゃないかなじゃあ誰から書いてもらうかな。例えばお互いに書き合うとか。お互いに書き合うってね。いや、ただ今までの記録は多分利用されてないからされてる、させられてるんですよね。ただ皆さん SNS で書き込みまくるじゃないですか。なんかいことから。で案外アンケートやると書く人ね、企業編集でもいっぱいいらっしゃるじゃないですか。で要するにあれがしっかり溜まって自己分析になるんだったら多分やるんじゃないかなという気はしますね。楽しくないとね。楽しくない。今の記録ので言うと、研修の後に最後のところでいろいろとこうやっぱり研修ってそのままにすると翌日にはもう7割ぐらいガーって忘れてるっていうデータがちゃんとございますんでとにかく定着をさせようとっていうのは、その1日とか半日とか、長い時だと2日とか、ね、3日っていうその研修の時間を皆さん割いていただいてるわけなので、やっぱ得られるものがないとまずいよねっていうことで、何かしら研修の後に事後課題だったり今日の研修の中で分かったこととか印象に残ったことを書いてくださいっていうのは結構実はやってるんですね。だから多分高校ぐらいまでであまりやらなくなったところ、また大人になってからやる、ないしはやらされるっていう形にもしかしたらなってるのかもしれないんですけど、効果のあるものとしてお互いにもちろん研修の何ていうんですかね、種類にもよるんですけど、例えばキャリア研修なんかの場合にはお互いが今日いろんなワークをやって感じたことと、それからお互いに対するエール、こういうところが良かったと思いますっていうのを書いてこう交換するとすごいやっぱり場が盛り上がるっていうのもあるんですけれども、その後のモチベーションがやっぱり変わってくるっていうのは今まで十数年現場で研修やっててすごくやっぱり感じたことなんですね。だからその最後に記録する、ないしはその自分のことだけじゃなくて相手もちゃんとよく見るっていうのはすごくその後の行動のモチベーションに役に立つっていうことがあると思うんですよ。だからそれがもし小学校とかのうちから、もしかしたら幼児のうちからできるのかもしれない。で子どもの方がもっとこう相手のことをこう何ですかね、ポジティブに見るっていうことができるのかもしれないので、それの蓄積がこう慣れていけばこういろんなものがねこう溜まっていって、自分のが学ぼうとする力になっていくんじゃないかなって今伺ってて思いました。ありがとうございます。で私もですね、大学院でずっと9年教えてるんですけども、特に毎年この9年間でずっとやり続けてる、コマがいくつかありまして、一つはプレゼンテーションのような、発表の練習、演習と、あとディベートなんですね。でそれをやって、でただやるわけではなくてですね、まず全部例えばプレゼンテーションのような感じで発表があったら、発表してもらう人が発表しました。そうすると聞いてる方は全員カードを渡してですね、今のプレゼンテーション発表の評価を書いてください。で禁止事項はネガティブな発言、マイナスな発言、これはダメだっていうのは一切書いていけません。これは禁止事項にしてあって、でなおかつそこに書くべきなのは何が良かったかと、
でもう一つ、ここを改善したらもっと良くなるだろうというこの2つを必ず書いて、で本人に渡しています。でそれによってお互いの例えば評価をするような学びであったり、今度評価される側の学びとして活用しています。でディベートに関してもディベートの勝敗も必ず私の講義がつけます。でその勝敗も全部院生たちに任せてます。私の考え評価っていうのは一切入れないで評価をしてもらっています。でその評価の根拠であったりっていうのは全部その場で発表してもらっています。なのでそういうところでそれぞれのその今のおっしゃってたような学びの段階っていうのはそこでできるわけですね。で結構アメリカの学校ではディベートっていうのはもうほぼ当たり前のようにされていて、でそういう評価っていうのはされているわけですね。ただ日本の教育で私たまたま小学校の時にディベートの授業があったので、あの経験はあったんですけども、おそらくほとんどの公立私立ではディベートのような形ではなくてですね、で大学来てこの講義で初めてやったっていう人もいるぐらいでしたから、やはりそういう部分でその人間力みたいなところも、あの DX で関わらずですね、やっぱりそういう部分も大事ですし、それを例えば記録データ化することによってその本人たちの学びの継続性っていうのもできるはずなんですね。で基本的に DX で教育に入ってきたときに簡単に学び方が変わるぐらいの話なんですよ。うん、だからそれをあの今まで例えば手書き教科書もペーパーベースだったのがオンラインになりましただとか、学び方がちょっと楽になりましたとか、ビジュアライズされましたっていうところで学び方が変わってきた、良くなってきたっていうところ、選択肢が増えたっていうところが、まあ、念頭にあればそこまで抵抗感はないのかなっていう気はしますよね。私ですらあの子供が小学校中学ぐらいの社会の授業は、あの歴史のビデオアニメをずっと見てたんです。で先生がやるのはそれについて触れられていなかったところとか重要な点だけ改めて講義をするっていう形だったんです。だから今の方がもっとそういうのってやりやすいはずだし、いろんな取り組みってまだまだできるわけです、ね。うん、その部分をもっと活かしていったらいいのかなっていう気はしますね。ディベートも楽しそうでしたよ。なんか次男はもう小学校の時にたまたまその保護者参加の時にディベートをやってたんですよ。で、やっぱり事前に相当調べていて、うん、もう私が知らないようなことも全部彼もネットを使っても調べていて、でかなりその陶器も見てたんですけど、全然感情論になることなく、あのきっちりこうね論拠に基づいてお互い言ってて、ただその時にそのなんていうんですかね、こう人前で発言するのが得意なこと、そうじゃない子っていう、もちろんねそういった違いはあるんですけど、それも含めてやっぱりこう一回経験すると多分次はこういった方が良さそうだとか、多分そういうことで自分で調べる、考える、行動するっていうのが身にすごいつくんじゃないかなと思うんですよね。だからあれを繰り返すのっていうのはすごく有効だなっていうふうに見てて親として思いました。講義でも言ったらディベートって WebEx、Zoom では結構やりやすくてですね、あのブレイクアウトルームに入るとですね、チームごとの作戦タイプをそこで作れる。他にバレないし、バレないんですで、あのブレイクアウトルームも中に入ってる時間をホストが設定できるんです。そうすると、あの立論をやりました、で作戦タイム例えば3分設けますけど、それぞれのチームがブレイクアウトルームに入って3分作戦タイムを取って、で自動的に帰ってくるんです。そしたらまた3分ぐらいまた視聴してもらってですね、またブレイクアウトルームに分かれるっていうか、ディベート制的にするって、実はこれオンラインになっても全然問題なく実はディベートはできてると思うんですけど、やりやすいかもしれないですで発表してる人も当然分かりますから、画面全部出てきますから、あのこれが実はですね、オンライン化しても全く問題がなかった今期なんです。ありがとうございます。まあ、今あの皆さんの お話を聞いてて思ったんですけど、あの難しいことは何しようとないですねであのやるかやらないかの問題でやっぱり大きく変わってくる現状があるということ、だからそこにチャレンジさえすれば、手段はどん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 良くなっていってんだから、チャレンジすればいいということだと僕は今感じました、もう一つ言ってるのはコミュニティスクールっていうことを言ってるんですね。でこれは一体何を言ってるのかということをきちっとみんなで議論しなきゃいけないじゃないかと思います。で
少子化、皆さん、うん、分かってるように日本はこれから恐ろしい少子化が、うんうんうん、来ます。でそうすると学校どうなるかっていうと、学校はまず数が少なくなりますよね、うんうんうん、そうすると遠方に通わなく行かなくならなくなることも出てくる。でそこで結局遠隔授業も認めざるを得ないという状況にもなってくる、うんうんまあ、そういった時代の流れもある中で、じゃあその予算ってどうなるんだろう、うんうん、子どもたちに与える予算って、まあ、1人当たりは減らないのかもしれないけど、全体の予算減ってきますよね、きっとね、うんうん、面白い授業できるのかしら、うんうんうん、その部分誰かが支えなきゃいけないんですよね、うんうん、でそこにやっぱコミュニティスクール構想っていうのは多分生きてきて、地域の人ですとか、うんうん、周りの企業ですとか、うん、そういったところのお知恵をね、どん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 教育の現場に渡してあげてほしいんですよ。で協力しながらパートナーシップで子どもたちを育てていくっていうことが起きてくれないかなと。でその時には、協力する方にも中身が分からないといけないんですね。隠しちゃダメなんですね。学校現場でやってる内容を隠したらダメなので、子どもたちの活動記録もやっぱ共有できるようにして、一緒にプロジェクトが進まない限りは多分そういった状況って起きないと思うので、積極的にそういったところの門戸を開くような戦略をみんなで立てられたらなと思っています。そうですね、この話は非常にそのコミュニティで、教育をするって話なので、これ今学び方の問題があるんですけど、次働き方も同時です、はい。でこれからちょっと次話しするのが、そのワーケーションとかですね、ワークベケーション、ワークエデュケーション、ワークイノベーション、いろんなことを言ってる人がいるんですけど、まあ、そういう意味で、まあ、地方側もですね、インバウンドでなくなったところに、国内から来てほしいという意味で今盛り上がりを見せてるんですが、その時の、そのまさにこう、じゃあなぜ地域に行って学んだり働いたりするのかって言ったら、やはりそこでのコミュニティに入り込んでですね、地域課題を SDGs とか地域課題を解決していくっていうところに、まあ、一つの教育的なもの、それから新しいイノベーションとしての、まあ、経営事業自体のものっていうのが生まれてくるって話ですので、ちょっと柳沢さんのこのものっていうのは、そちらにもこう関係してくる大事な点ではないかと。まあ、議論も尽きないところではありますけど、まあ、教育の議論はここまでとさせていただきます。また今後とも議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい。それでは今回のテーマは以上となります。ありがとうございました。はい、ここからはワーケーションをテーマにお届けしたいと思います。ここからのゲストは6名お越しいただいております。よろしくお願いいたします。それではお一人お一人自己紹介を兼ねてご挨拶をいただきたいと思います。まずは柳沢さん。はい、はい、慶応義塾大学大学院リーディングプログラム講師の米倉と申します。よろしくお願いいたします。株式会社チャレンジ&グロー代表取締役、中小企業診断士やっております小紫恵美子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。信州大学社会基盤研究所特任教授で、軽井沢リゾートテレワーク協会副会長の鈴木でございます。軽井沢に別荘を持って22年ですから、東京軽井沢2拠点居住歴も22年と、リゾートテレワーク歴も22年とという経験でですね、今日はお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ガーディアン72災害支援プロジェクトの代表をしております有馬明美と申します。どうぞよろしくお願いします。有限会社ラウンドテーブルコムの柳沢です。企業と学校をつなぐ、楽しい学習環境を作り込んでます。よろしくお願いします。同じく有限会社ラウンドテーブルコムサステナビリティ推進室の木村京子と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは早速中身に入っていきたいと思うんですけれども、まあ、今回のテーマはワーケーションということで、まあ、新型コロナウイルスを受けて、私たちの生活
は一変したと思います。で、働き方とあと教育の現場もそしてやっぱり防災に対するやっぱ考え方っていうのも改めて変わったと思います。そこで、この緊急提言の中でも推奨しているこのワーケーションの部分について今回ご意見をいただきたいと思います。まずは鈴木さんの方にワーケーションとは何ぞやということですね、いただければと思います。そうですね、ワーケーションっていうのは比較的、今年に入って急に出てきた、特に夏から急に出てきた言葉なんですけど、基本はですね、テレワークということで、遠隔で仕事をするということでテレワークなんですが、それが会社じゃなくて自宅ですよっていうのが一般的な解釈だと思うんですが、そこに例えばリゾート地みたいなところで仕事をするというのが、例えば軽井沢なんかでは今リゾートテレワークということでリゾート地でワークをする、そういうことによってワクワクしながら、楽しい環境で、リフレッシュしながらワークすると当然のことながらワークパフォーマンスが上がるというようなところで、今リゾートテレワークということを今軽井沢では推奨しています。長野県全体もですね、リゾートテレワークということで信州リゾートテレワークということで今いろいろ進めております。で、ワーケーションはですね、世の中的な理解はワーク&バケーションということで、今多くの企業様がですね、そのバケーションという言葉にかなり、ちょっと抵抗感があって、なかなか会社の経費でなんでバケーション代を出すんだというところで悩んでいるというのが今の現状でですね。で、軽井沢の場合はですね、今ワーク&エデュケーションということで学びとか教育、企業研修というようなことでエデュケーション寄りに軸足を移してですね、主にエデュケーションということで、やっております。で、これはなぜそうなのかっていうところはですね、歴史的背景がありまして、軽井沢の場合は万平ホテルというのが明治27年にできまして、当時西洋人、宣教師をはじめとする西洋人が、そこで宿泊して、サロン文化と言われて、将来日本どうしようかとか、いろんな議論をしていたというのは背景であります。で、同じように明治38年になりますと三笠ホテルという、これも西洋建築のホテルができまして、ここでも、こっちはどっちかっていうと政財界の方々がですね、渋沢栄一とか徳川家の方とか三井家の方とか、あとは近衛文麿、後から総理大臣になりますけど若い頃ですね、若い彼らがそこで、将来日本どうしようかとみたいなことを議論していたというのがですね、サロン文化ということで言われてまして、軽井沢六名館ということで当時から言われてました。で、それがですね、大正昭和になるにつれて別荘文化に引き継がれて、別荘の中でいろんなことを語り合うとみたいなところで引き継がれていったというような歴史的背景がありまして、それで軽井沢が今考えているテレワークっていうのはそのサロン文化からスタートしているっていうところですね。ですから意外と軽井沢では自然な形でテレワーク、ワーケーションが浸透しているというような背景がございます。で、あとですね、新幹線が伸びたっていうこととか、高速道路が、1990年代に、両方とも伸びてるわけですけど、これに伴って人口、特に別荘とか2拠点居住、3拠点居住、移住者が増えたというのが、1990年代です。で、あとですね、これが非常に驚きなんですが、1991年にですね、松岡敦彦さんという方がいらっしゃいまして、この方は別荘を所有してまして東京軽井沢行ったり来たりして銀行員の方だったんですけど、その人が1991年にリゾートオフィスのすすめっていう本を既に出してるんですね。で、かつ1998年には人我は在宅勤務社員テレワーカーと呼ぶ自分の本当の自分を取り戻すための52章という本を出版しているわけです。
であのこの松岡敦彦さんは非常にあのすごい人で、1990年代からリゾートオフィスの論文を書いたりとかですね、もう今となったら30年近く前ですから、まあ、ありえないぐらいの時期にですね、まあ、こういうことをやられていたという方がですね、軽井沢に身近にいまして、私なんかもいつもあの松岡さんに軽井沢で会うと、いや鈴木君軽井沢は仕事するのに一番いい場所だっていつも言われてて、最初はピンとこなかったんですけど、まあ、2、3年経ってから確かにそうだなっていうふうに思うようになってきたというようなあの記憶がございます。というようなところで、あの非常に軽井沢はですね、あのそういう松岡さんがいて、いろいろテレワークワーケーションを推奨していたということを受けてですね、2018年に軽井沢リゾートテレワーク協会っていうのができまして、それで今あの軽井沢でテレワークワーケーションを進めているというようなところですね、うん、ちょっと長くなったんですけど、うん、一応あのご紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。で、まあ、今回、まあ、緊急提言の中で、まあ、ワーケーションを推奨しているということで、提言の中身を三友さんの方に、はい、お願いいたします。はい、NRI ではあの緊急コロナウイルスの感染症拡大に伴って5月7月にあの緊急提言というのを50本ぐらい出したんですけども、まあ、我々は その、それからのこう最高戦略の処方箋というのをですね、まあ、ここにいる皆様方も入っていただいて、5本出しました。でその中でその、まあ、基本その人物金とか三位一体に全部止まっちゃったっていうのがコロナの危機だと。でみんなそういうのはそのリーマンの時のようにトップダウンでいろいろすればいいわけじゃなくて、まあ、一番傷んでいるボトムからですね、いろいろな処方箋がいると。でそういう時に一番良い手段というのは DX デジタルというのをこう使うという話をしています。でその中で特にこのコロナ自体は医療の話ですし、で教育も止まりましたし、あとはその、働き方も随分テレワークで変わったので、まあ、そういったものをこの総合的に考えるとですね、いつまでもその一つの場所だけにいて働いて学んで生活しなきゃいけないんだろうかということが大きくありまして、まあ翻れば我々動物ですと災害が起きたり感染症があれば移動することによって植物から優位を保ちましてですね、まあ生き延びてきたわけですから、そこら辺はその今日有馬さんとか防災の専門なのでどういうふうに逃げたらいいかっていうのはあるんですが、まあ、そういう意味でその大きくビジネス的に言えば BCP 拠点で、これはデジタルの BCP じゃなくて人間様がですね、皆さんトップマネジメントからミドルから従業員の方からはたまたお得意様の顧客までですねの命を守る拠点っていうのを作ってもいいんじゃないかと。でそれはそういったその災害時だけにですね疎開しますっていうのでいいんだろうかと。ですから平時からテレワークワーケーションリゾートテレワークなりそういうことをしながら、まあ、そこで、まあ、働きもするんですが、SDGs みたいなものでこう周りのコミュニティとですね、まあ、しっかりとその課題を解決するというワークをしながら教育をしていくというものはあり得るんじゃないという意味合いでワーケーション、というものをが一つの、まあ、アクションになるのではないかという仮説を立てて、提言自体にはワーケーションという言葉は一つも載ってませんが、まあ、そこから来たアクションとしてそれをちょっと今回のコンテンツではの中では議論したいなと思っております。はい、ありがとうございます。そうですね、まずはそうですね、このワーケーションを3つの分野で、ちょっと考えていきたいと思います。でまずは1つは、まあ、教育で、もう1つは働き方、職場ですね。でもう1つが防災というこの3つの点で議論していきたいと思います。まずは教育の立場のからのワーケーションということで、まずはそうですね、柳沢さん。ちょっとワークエデュケーションって言っていただいたんでね、はい、非常に面白い考え方だと思ってます。
で、まあ、その方向性でいくと今私の活動ではですね、あ、今今回この旅行業界がかなり痛手を受けています、大手の旅行会社さん結構修学旅行でね稼いでいらっしゃったんですが、一斉に今回修学旅行が中止になってしまって、これからじゃあ本当に次の機会に今までの修学旅行の概念が通じるのかどうかっていうのを皆さん議論され始めていらっしゃいます。でそこで出てきたのがまさにあの三友さんおっしゃるような地域と一緒にSDGs をテーマとした活動プロジェクトを生み出した形での研修旅行みたいな形のものが一斉にこう全校生徒同じ場所に行くのではなくて、テーマごとに分散していってバス1台分くらいでこう回っていくような方向性に変わってくるんじゃないかという議論が今ちょうどされております。でそこでまあそういった時に役立つあのプロジェクトを生み出すためのノートを作ってくれと言われまして、実はある大手旅行会社さんからの依頼で、そのノートが作られて今もう販売をされてるんですけれども、あのそういった時のプロジェクトの作り方みたいなところで、それを書いていくと一つのプロジェクトが生まれていくみたいなところを、まあ、これから普及していこうかなというふうに思っています。で、まあ、その修学旅行の時にね本当は多分お父さんお母さんもついてやってもいいと思うんですね。あの仕事をしながらでもあのそういったところにまた子どもたちが取り組むプロジェクトに一緒に挑戦するみたいなことが起きても面白いと思うので、なんかそういった世界があの教育からか側からするとワーケーションに役立つ部分になるのかなというふうに考えています。ありがとうございます。でもアートとか、ね、はい、あの地域のプロジェクトいっぱいやられてるんでちょっと柔らかい話をして、あの若い方ご存知ないかもしれないスーザン・サランドンっていう女優さんがいて、あのもう20年ぐらい前になると思うんですけれども、ニューヨークアクターズスタジオってい う, こうあの俳優さんとか映画関係者のこう人生をこう生まれた時からずっとこうあの語っていく NHK で自らを語るっていう放題がついて放送されてたシリーズだったんですけど、その中であの俳優という職業についていなかったらどんな職業になりたいかったですかっていう質問が必ず最後にみんなに聞くんですけど、その時に彼女が旅行って言ったんですよ。で旅行って職業じゃないじゃないですか。で一瞬シーンとなってんみたいな感じになって、司会者がそれはどのような仕事ですかって聞いたら、あの大金をもらって行きたい場所に行って会いたい人に会ってその土地の話を聞くのって言って、でなんか一瞬心となって客席がどうって湧いたんですけど、でもあのそれってよく考えたら教育とか学びの基本じゃないのって思って、学校ってあの元々あったものみたいにみんな思ってるけど、学校の歴史って意外とあの人類の歴史の中では短いで、何か学びたいことがあった時にもちろんインターネットもない電話もないテレビもないという時代に行きたい場所に行って会いたい人に会って学ぶしかなかったわけじゃないですか。でそれが、まあ、今それあのいろいろそれはまとめて一箇所に集まって先生がいて教えた方が効率的だよねっていうことで学校ってものができて、でさらにそれってオンラインでやったらもっと効率的だよねっていうことでこの DX 化されてるんだけど、もともとは行きたい場所に行って会いたい人に会って学ぶって基本だと思うんで、あなんか一周回ってあのワーケーションってワークプラスエデュケーションって自然な形なのかなって思うように思いました。鈴木さん何か、あの今あの木村さんが非常にいいあの言葉を述べられたと思います、あの自分の好きな場所に行くっていうのが一つのキーワードだと思ってます。で今 あ, の、まあ、ある意味コロナで強制的にテレワークやれということで会社から言われて、やむを得ず自宅でワークしているとそういう人が多かったと思います。で一方であの例えばですね、あの自主的にテレワークやるということもあるわけですね。人から言われてやるんじゃなくて自主的にやる、これはあの例えば別荘地なんかではそういうところに行って五感を刺激する環境の中で、ワークする、そうすると、まあ、いろんなアイデアが出てきて、いいパフォーマンスが出るということで、自ら進んでやっぱりそういうところに行くっていう、まあ、こういう行動がですね、特に軽井沢なんかでは昔からあって、ですからあの、まあ、ワーケーションとかテレワークっていう言葉がですね、
まあ、最近出たんですが、まあ、軽井沢では昔から自然な形でやっていた、かつ自主的にやっていた。ですから自分の好きなところに行って、仕事をすればおのずと、まあ、ワクワクして、楽しくなる。で、結果的にはですね、パフォーマンスが上がるというところがポイントじゃないかと思います。じゃ あ次に、働き方について小室崎さんに。はい、わ、はい、かりました。働き方改革っていう言葉がね、出てくるようになったのがちょうど2016年のお盆休み明けぐらいだったのかな。それまで実は結構企業研修で女性活躍推進とか、はい、それから働き方改革っていうテーマでやらせていただいていることが多くございまして、最初の切り口は、まあ、女性活躍推進だったんですけど、それが法律になって、施行された後に働き方改革っていう言葉が出てきて、まあ、今はもう法律になったっていう形なんですよね。で、まあ、いろんな時間的な制約あるいは空間的な制約があるっていう人たち、まあ、それまでは、その代表として女性っていうことが一番最初に、まあ、一丁目一番地という言い方を政府してましたけれども取り上げられてきたんですけども、まあ、時間空間の制約がある人たち、育児介護それから闘病といったような形で、そういう人たちも働き続けていかないと今の日本の、まあ、人口動態の状況からいくと、まあ、ちょっと厳しいよねという形で、まあ、この5年ぐらい結構進んできたんですけれども、なかなか現場でその浸透するっていうところはやっぱりすごい温度差があったんですよね。まあ、制度的なところは整ったんだけれども、実際にその制度を使って、まあ、いろんな働き方が多様化してきているところもあれば、まあ、そうは言ってもねというところもあった。だけども今回のコロナのことを機に、まあ、一気にそれが加速してきたっていうところがあって、であともう一つはきっと後で防災っていうのが、はい、観点にも出ると思うんですけれども、まあ、いろんな意味で、まあ、密になれないっていうこととあとは、まあ、リスク分散っていうこととあと従前からずっと今までこの 4,5 年こう現場でいろいろこう試行錯誤されてきた時間制約空間制約のある人たちも働きやすくなるっていうことから、まあ、ワーケーションって結構ハマるものだなっていうふうにねやっぱり私も思っていて、で結構こう何て言うんですかね、一箇所に集まって例えば講話とかこう絶対にその場所に縛られてやらなくちゃいけないところっていうのも当然あるので全体に対してってことではないと思うんですよね。ただまあいわゆるデスクワークであるとかこうパソコンを見ながら普段こういろんな、まあ、企画をしたりだとかっていうような仕事であったりすれば、まあ、当然その一箇所にいつも自分の座席にいる必要性がありますかって言われた時にいやないですよねっていうことで、じゃあどうしますか、じゃあ自宅っていう選択肢もあるし、別の場所っていう選択肢もあるし、まあ東京に会社があれば東京の中に別に縛られる必要もないっていうことで言うと、まあ、よりクリエイティブ自分のまあ創造性が発揮される刺激されるっていうところでいけば本当に最初の原点に戻るじゃないですけど自分が一番居心地がいい場所を選べるっていうのはすごい選択肢としてはいいものだなっていうふうに思うんですよね。だからできるところから全体にやろうとするとまた絶対難しいと思いますし現実的でもないので、できるところからやるっていうのがまあちょっとずつ広がっていくコツかなっていうふうに思っています。はい、あ、そうですね、もちろんこのワーケーションっていうところがですね出てきた背景といいますか、なんでそういうことになってきているのかっていうと、やはりもうこの数十年間ですねある程度決まった型にはまるっていうところで、ある意味安心感を得ていたり安定性っていうのを得てきたところで、やはりそのコロナをはじめですねやっぱり社会が変化するわけですね、自然も変化する中でやはりその安心できる型だったり枠っていうのをそろそろ変えていかなきゃいけないと。でやはり情報化社会であったりやはり教育水準もやっぱりもう年々上がっているわけですよ。でそうするとやっぱり選択肢っていうところが増えてきて、でその型にはまっているだけではどうにもならなくなってきたってですね、でその一つとしてやはりこのワーケーションっていうところがやはり必要なところで、これはまあ教育でも仕事でもそうです、どこで働いてもおそらく今の時代では大丈夫になってきているっていうところで、例えば
今鈴木さんはじめおっしゃられてたそのバケーションだったりエデュケーションであったりというところと、あとはやはりその行った先での例えばコミュニケーションというところも出てくるわけですね。そうすると、マルチケーションというような形でワーケーションというところが捉えられまして、でそれを、まあ、いろいろな部分で選択肢それぞれの人が自分のやりやすい選択肢、まあ、先ほどおっしゃられてました、まあ、好きな場所に行く好きなことをしようっていうところで、それを捉えられるようなところのきっかけっていうのが、まあ、コロナも一つですし、その社会情勢の変化もそうですし、DX っていうのも一つそうですしっていうところで、全体像からするその社会的なシフトっていうのが今起きつつあって、で、まあ、実際起きているところでもあるわけですねっていうところで私は捉えています。でその点だとですね、多分鈴木さんがおっしゃったように、なんでバカンスに会社の金をとかですね、勤務時間なのになんでとかなるんですけども、でもやっぱりこう生産性が上がるっていうことがやっぱり一番大事ですね。 DX だってその手段だと言われてたんですね。でそうするとですね、やっぱりこの、まあコロナの前からですね、まあ、例えばメガネなんかに目の動きでいつが一番集中して生産性が上がってるかみたいなのを確かめるっていう実験もいっぱいされていてですね、まあ、そうするとやっぱりそれができるようなオフィスを作ろうっていう議論があったんですね。ただコロナはオフィスにいなくてもいいので、じゃあそれができる場所っていうのを探すことでもできますし、要するにこう例えばメガネでも何でもウェアラブルデバイスでも今 DX はいっぱいあるので、そういう意味で、まあ、生産性が一番高い、要するに集中してるわけですけど、それは教育でも一番考えられてる、クリエイティビティがあるっていうことと、まあ、まさに同じです。だ例えばメガネであれば、そういうメガネをつけてみて、はい、あじゃあ軽井沢に研修に行きますと、でその時に私は森がいい川がいいっていうのもあります。であとはですね、図書館がいい人、静かな方がいい人で、あとはその自宅がいい人と悪い人といっぱいいると思うし、まあ、ベランダがいい人、公園がいい人、いろいろあるんですよ。でアンケート取るとですね、結構公園がいいっていうんですよね。あんまりシーンとしすぎると、まあ、森の中で生きていて、まあ、森の中で案外そのヒヒが鳴いたりとか鳥が鳴いたりとかうるさいらしくてですね、そうじゃないと逆にシーンと静まり返ると生き物としてなんか危機感を覚えるらしくてですね、それこそティール組織の森の中の声じゃないですけど、まあそんなような世界があって、そうするとですね、まあ例えば研修っていうことで、まあみんなメガネをはめながらですね、一回その部門単位でこうしてみると、でそういう時にこうまさに時間空間をどう縛るかって話になるわけですよ。で空間を縛るっていうとこから一回解き放された時に、今度時間っていうのもですね、多分週1回か週2回かはチームとしてやっぱりこう進捗管理をしなきゃいけないかもしれないんですよ。そうすると、どこまでやったか何とかかって、で自分で一番どこが働けてるか分かるわけですから、まあ、そのデータを全部会社が吸い上げたらそれこそ恐ろしい機関世界なので、まあ、そこは最初は自分で発見するというデータにしといて、でそれをその上長のミドルのマネジメントの人がちゃんとチームビルドをするわけですね。でさらにトップマネジメントっていうのは、まあ、そういうものをミドルから集めてということになって、でそれって多分コーチングなんかを元にしたワンオンワンとかチームをビルドをする、まあ、経営戦略の一つで、多分小紫さんなんかもそういうことを意図されてきたものがあるので、まあ、コロナでせっかくそういうこの場所から外れてもいい感じになった、であとは時間っていうのをピン止めしながら上手に労務管理で、教育であれば教育の成果管理をしなきゃいけないっていうのにこう使えるヒントになるんじゃないかなとは思います。では最後に防災の観点から有田さんにいただきたいと思います。はい、今私の方は防災っていうふうになりましたけれども、うん、実はですね30年前に独立30年なんですね、はい、で災害を経験したことをきっかけに、まあ、独立したというのもあるんです。しかし災害の仕事をしようなんて発想では全くなくて、被災をしたこの場所をどうすればいい形でこうプラスに変えられるかっていうことからスタートしたんですね。でその時に、非常にこう独立するけど何にもないその
もう本当に沈んでしまいそうな被災した現場なので、うん、ここでどっかに勤めるってこの発想がまずないわけですよね、うん、まずないと仕事は、はい、であれば何かをやらなきゃいけないというふうになるわけですね。じゃあ何かをやるためには私は何ができるかということをこの考える。で勤める場所がない、だったら自分が一番楽に、楽って大変ですね、あの自分自身が楽しくワクワク、そして、経験を素直に生かせて時間を有効に使える方法は何かというふうに考えて、それで稼ぐっていう発想になるんですよ。そこで私が最初に考えた災害のど真ん中だったんですけども、そこで一つの部屋を、部屋というか、部屋ですね、部屋を借りて、二足のわらじで、あの企画だったらできるなということと、お金がなかったからじゃあ自分の服を売るかと言ってリサイクルショップを始めて、それであの自分仕入れがいらないから自分の服を売ればお金になっちゃうわけなので、でそれと、自分の知恵で、企画をして売り込んでっていうことからスタートしていったんですね。でさらに先ほど旅とおっしゃいましたよね、旅で本当によし、じゃあ好きなところに行って稼ぐにはどうするかってこの考えたわけですよ。よし雑誌を作るぞと、雑誌を作る中で、行ってお金になるわけですよね、旅をして。で自分が好きじゃないと記事も書けないので、どんだけ楽しい記事を書くかと思うと行きたいところを探すわけですよ、っていうようなやり方で私はその雑誌を30年やってきたわけです。それは地域活性化なんですね。でこれもやっぱり人のお金で行くわけなので、いかに相手がお金を出してくれるかっていうことの中でやっていくうちに、実際また災害がどんどん起きてくるわけですね。で、今回の私がこの取り組んでる災害はもちろんやっぱり東日本、これはもうむちゃくちゃ大きい、ことだったんですけれども、今コロナが来て災害と地域活性化生き方とかはもうあの区別するものではなくて、両輪であって生活の中に入り込んでること、防災っていうのは本当にそのまま生活の中に常に入れた中で生き方を考えていかなきゃいけないっていうことなんですね。で今鈴木さんおっしゃってました、ワーケーションにしても一箇所にいるわけではなくて、そこで全国のいろんな場所を自分の心地よい場所として、生活を しかし災害が起きた時には行く場所の拠点としてそこが活用される。だから何かしか持ってるところで、急に災害起きたとどっかに避難しなきゃいけないってなった時に密の状況の中で行けない、でもその後体育館に行って、これはもうすごい古い考え方なので、そうではなくて新たなその自分のもう一つ持ってる場所、これ1か所か2か所か3か所になるかもしれない、そこの場所を確保しておくっていうことはいろんな全てにおいてプラスに変わる、地域に向けても。だから考え方をその災害を特別意識ではなくて、災害は生活の中にもう常に入り込む必要がある、自然の中にっていうふうに考えてますね。そうですね、今今年に入って軽井沢の、ちょっとまた軽井沢の話で申し訳ないんですけど、軽井沢の事例をちょっとお話しさせていただくと、移住が急増しております、で人口2万人の小さな町ですけど、まあ、前半で400人ぐらい住民票を移した移住が増えているわけですけど、まあ、多くは若い人たちで、まあ、東京を売り払っちゃって軽井沢に来るっていうケースもあるし、いろんなケースがあります。で一つそれは個人の方ですけど、企業もですね、同じような動きが出始めました。で具体的に何かっていうと、例えばベンチャー企業、まあ、例えば100人ぐらいのベンチャー企業だとすれば、まあ、テレワークが浸透したんで、まあ、レギュラー的に会社行く人は20人ぐらいになる。であれば東京の必要ないねということで、軽井沢に例えばオフィスを設ける。ただオフィスではなくて、イメージとしては別荘とオフィスの間ぐらいの感じですね。でこれが、実は、BCP 的な要素もあって、まあ、企業もやはり分散するっていうのはまあ当然あるわけで、まあ、最低限東京は本社機能若干小さくても若干だけ残しておいて、メインのところはですね軽井沢で、まあ、分けるということ
で、かなり BCP を意識した企業の移転というのもですね、相談が出始めているというところはちょっと重要なポイントかなと思ってます。今後こういうのは増えそうだということですね。ですから個人の立場でも移住が増えている、これはちょっと災害とは関係ない動きかもしれないですけど、企業の方も移動がね、増えてきたというようなところですね。企業版ふるさと納税制ですかね、これって一つのきっかけになるのもなるのかなと思うんですけども、そこら辺は どうですかね。今ワーケーションの脈絡でいうと、観光とか観光型が多かったんですけど、ここに来てやっぱり地域の課題解決型とかいろんなタイプが今出てきてます。でそこに体験型ふるさと納税を絡めるとか、あるいは企業のふるさと納税を絡めるとか、いろんなバリエーションが今これから出始めてますね。でそういう中で例えばですね、防災戦略ワーケーションというのを今考えてまして、これは何かっていうと企業もですね、自分の会社の利益だけ考えればいいっていうのは昔の話で、これから企業の社会的立場というのはやっぱりいかに地域に貢献するかとか、こういう社会貢献するっていうのも企業の社会的立場ということが言われ始めてまして、意外と企業さんによっては全労働時間の何パーセントは、自社の会社以外のことをやれというような会社も出始めてますから、その辺を睨んでですね、防災戦略ワーケーションっていうのもあるかなと。これ具体的に何かっていうと、戦略っていうのはもともと戦争から来てる言葉で、ストラテジーということで、来てる言葉なんですけど、その戦争を災害に置き換えると、そうすると災害のストラテジーということで、企業から見れば経営戦略ですけど、自治体から見れば、例えば災害があった自治体から見れば防災戦略ということで、例えば企業さんがある自治体、災害があった自治体に行って、経営陣と自治体の方と語り合う。でこれは災害があった時にどういうふうに初動はどうしましたかとか、トップはどういう判断したかとか、どういうふうに情報伝達をしたかとか、こんなような具体的な話を聞いて、企業の方と経営陣と語り合う。企業も工場を持ってたりするんで、例えば火災とかいろんな災害がねこうありますから、でそこでその防災っていうことをですね、経営戦略と同じような形で議論する。で最後にそこにですね、企業のふるさと納税をその災害した自治体に納税するというようなことであればですね、一石三鳥とか、こういう形でですね、非常に社会貢献もできるというようなところで、で多分ですね、これ一過性ではなくて、経営者が行く、で来年は中間管理職が行く、その次の年は一般社員が行くみたいな形でですね、まさにふるさとっていうのはふるさと感覚でその自治体、例えば大河のあった井戸井川とかですね、長野県なんかも千曲川が氾濫したとか、いろんな災害が自治体によっていっぱいありますから、そんなところを決めてですね行くと。で、そこでいろんなレイヤーの方が行って、継続的にですね、防災戦略を学びつつ、ふるさと納税を行うというようなところで、その地方も行けば行くほどその地方に対する愛情も増えるし、ますます議論が深まるというようなこともありますし、その辺のところもですね、ちょっとこれから進めていきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。いいですか。はい。企業版ふるさと納税って一応今名前もありますし、でもまだまだこれからっていうところなんですね。で個人版ふるさと納税から始まり、企業版ふるさと納税でもなかなかこれはなぜ動いてないのかっていう時に、今鈴木さんおっしゃられたみたいに、その民間企業がいかにこれから先いろんな意味で、この地域をこの自治体をとかっていう、本当にこれはすごく重要なことで、
で実際あの私も全国42都道府県ほとんど回ってしまいましたので、はい、そこで各首長であったり、うん、あの現場の人と話をするんですけども、財政的に非常に厳しい防災に対して、しかしもう今もうものすごい勢いで危険度が高まっているという意識が高いんですね。で多分皆さん方も企業もそうだと思うんですけども、災害が起きたらば寄付をする、はい、うん、ボンと寄付をする。でしかしあのお金どこに使われた、うん、何に生かされたのかなっていうのがなかなか見えない。でそれが次々災害が起きてくるから、次々企業お金をどんどん出していく、しかしそれが明確に見えないまま今につながっている。しかしもうこれからはそれでは間に合わないわけですね、資金的なものも。その時に例えば、あ、自分たちの会社としては支店があそこにある、でここには、生産工場があるとか、企業としてそうするとその地域住民のためにも自分たちのこのお金を使ってほしい。でそれはことが起きてからではなくて、起こる前、前の段階で準備段階でいかに活かせるか、これがとても大事だと思うんですよ。で、あの企業としてどこどこ自治体にとかどこどこに納税をすると、納税をしてこれは使い道としてこういうのに使ってくださいというようなのがしっかり見えるようになると、あの本当に企業としても社会すごい社会貢献になり、受ける側も非常に喜ぶ。でお互いはそれが循環していくというふうに思いますね。だからこれからもっともっと本当に企業版ふるさと納税っていうのは、うん、あの本当にもう主になっていくぐらいの位置づけになっていくと思います。それであの、まあ、ふるさと納税、まあ、私もあの大蔵省財務省の候補員だったので、そうするとですね、税金の理屈からするとふるさと納税いかがかっていう話になってて、なぜいかがかって言ったら、あのなぜかあの個人版もそうですし、ふるさとっていうのが、まあ、返礼品が安くてお得っていうのでふるさとをなんか選んでってますし、法人のふるさとって何でしょうと、まあ、確かにそのオーナー企業さんの、あの故郷っていうのは分かるんですけど、あの法人って死なないですし、あの税制的にも全然別のこととして考えているので、そこの理屈が合わなかったんですね。ただこれがその今あの、まさに鈴木さんとか有馬さんとかがおっしゃったように、非常にその地域と切っても切れない関係で、それは災害の時にはまあ命を守っていただくと、それに、平時はですね、そこで危機になっていることで、それで亡くなるかもしれない命とかいろんな活力とかっていうのを逆にサポートするという、そのウィンウィンというかギブアンテイクというかですね、あのそういうものをができた時には、まあ、それはふるさと言えるんじゃないか、まあ、国際的にもですね、まあ、不動産投資とかしていくと大体あの国籍とかあのグリーンカードとかですね発行する場合が多いんですけど、まあ、その真にそこの経済にこう発展するっていうのは、まあ、非常に重要なことではないかと。そう考えると今のふるさと納税ってそういえば自治体から提案してますと。で自治体、基礎自治体1700ぐらいあの合併してもあって、で、まあ、公務員、私も公務員だったんですけど、公務員になかなかその商売をするとか、商売っていうのはその市の境とか全部超えてきますから、そういう感覚が多分わからないのは当たり前の話じゃないかと。そうするとその、先ほど防災戦略ワーケーションどうだろうと、まあ、まさに、民間ビジネスの観点からトップマネジメントの観点から鈴木さんが言っていただいたんですけど、まあ、そういう提案っていうのをまず出してもらってですね、でそれにこのうちがどうですかねっていうのをこう誘致したりとか、自治体と地元企業が一緒になってこう誘致するっていう形は一つあるんじゃないかと。でそれをやっていくうちに個人っていうのは、まあ、どこを移動してももう本当に自由な存在なので、まあ、企業の戦略としてここの場所っていうのを、まあ、ふるさとであるかのように、まあ、しっかり関係を作ってきますと。で、まあ、従業員である皆さんも業務命令の時はそっちに行って、あ、
こういうことがあるのかって発見して、そういえば自分の本当の生まれたところも仲が悪くなったけど、でも案外いいとこもあったかもしれないなと言って、本当にふるさとにしてもいいですし、そこの企業が したところは新しい人間関係を作って新しいふるさとになってもいいかと思います。でそれは日本人である必要かことに限らなくてもよくて、例えばカルジャの近くでは小諸っていうのアメリカ人が入って相当のインバウンドを呼び寄せたり地方創生やってますけど、必ずそういう外国人の方が言うのは、ここは第二の故郷ですとおっしゃります。ふるさとなんです。そういう意味で切っても切れない気持ちのつながりと、お金も通しても時間もかけてるっていうのがあれば、まあ、そこは本当にふるさと言っていいかもしれないものですから、まあ、おそらく、まあ、菅総理が作られたふるさと納税、なかなか税制でと言ってた中でですね、もういろいろこう使われているものを非常に税の観点からも、まあ、しっかりふるさとになるものにするってい う点もあるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ではせっかく これだけのメンバーが揃いましたので、皆さんにこんなことを聞きたいというのがありましたら、ざっくばらんにお話しいただければと思います。じゃあ三倉さん、トップバッターいきますか。そうですね、ワーケーションということなので、まあ、その枠がないというところで捉えるとですね、もちろんこれおそらく海外でもいいのかなというところもあるわけですね。で海外でっていうのは、日本から海外に出てくっていうよりかは、海外にある会社を日本に呼ぶにもこのワーケーションというのは非常に活用できるんじゃないかなと。でやはり再編についても多分報道を見てる限りでは、日本の方がやはり熱く対応はされてるのかなと部分も感じるところはあるわけですね。うん、で海外だと結構ほったらかしになっていたりとか、お金を持ってる人じゃないとなかなか保護されないっていうところも結構ありますし、っていうとその企業 その、まあ、防災とか BGP っていうところを含めてですね、日本にその支社なりを置くっていうことが一つのワーケーションとして含めてのメリットになるであろうと。で働く場所も、まあ、軽井沢であればね、ビル・ゲイツの別荘ができたりとかしてるわけでですね、海外の方も、ね、例えば北海道だったらニセコにあったりだとか、そういう部分も増えてきてるので、その日本の新たな活性化の一つとしてこのワーケーションっていうのを海外から呼び込む一つのきっかけにはできるんじゃないかなとは思うんですけども、そのあたり鈴木さんいかがですか。そうですね、そもそもですね、テレワークとかワーケーションっていうのは実は目的じゃなくて手段なんですね。で目的は何かっていうところを冷静に考えると、やはり人生100年時代、豊かなライフスタイルをいかに送るかというようなところが大きな目的になるわけで、そういうふうに考えると非常に分かりやすいと思うんですけど、やっぱり、自分の好きなところに行って好きなことをするっていう、まあシンプルに考えればですね、おのずと海外に行ってワークするとか、まあ、いろんな形態がこれからね来るし、まあ、海外の人も日本に来て、うん、もう世界中ぐるぐる回りながらノマドワーカーと言われてる人が出始めてますから、自分の嫌いなとこ行かないわけで、自分の好きなところをぐるぐる回りながらっていうのは、新しいライフスタイルとしてこれから定着するんじゃないかなというふうに見てます、うん、だ企業側からするとその方が生産性が上がるという時代にこうなってきて、勝ちパターンが一つじゃないので、最大にこう生産性を上げてほしいと。だ例えば有馬さんのお話があったんですけど、有馬さんのこれまでの 20-30 年の取り組みってまさにそれなので、好きなところで好きな場所でこれだけのクリエイティビティをするとですね、まあ、全国首長さん知事さんで有馬さんを知らない人はいないくらいにもなってるわけですね。だからやっぱりそんな誰もできないし、その生産性たるやということなので、まあ、それを30年前からやられてるわけですけど、だんだん大企業でも一人一人がそういう活躍をしないとですね、やっぱりこの大競争に生き残れないぐらいの話にもなってますので、個人から言うともう人生100年ライフスタイルをもう思いっきりやるという話と、法人にとっては一人一人の生産性がミクロのボトムアップのレベルでマックスになってるってことがすごく大事で、まあ、それが DX を使うとですね、非常に両立してきて、まあ、逆に言えば使いこなせないところは負けるし、使いこなせてるところは非常に、素晴らしい製品サービスと働き方の場所を提供できるっていう感じだと思います。なるほど、ありますか。
ますでしょうか。これからですね、出張って下手したら変わるかもしれない、うん、今まで日帰り出張ってあったんだけど、うん、意味ないじゃないじゃん3時間ぐらい電車に乗って向こうで1時間ぐらい会議やってまた3時間ぐらい帰ってくるっていうのは、うん、多分オンラインでやっちゃうって話になっちゃうんで、うん、せっかく交通費かけていくんだったら、うん、もう少しこう膨らまして、うん、何かを得てくるような出張に企業は投資した方がいいんじゃないかなっていうふうに、うん、そこでワークステーション、今の話で出張も確かに合理的に見れば終わったらすぐ帰るというのはまあ当たり前なんですけど、例えばですね、出張息抜き&消費拡大ワーケーションというのも、うんあると思うんですね、うん、これは何かっていうと出張行ったら必ず前後を休み取って、うん現地で美味しいものを食べて、うん、消費を経済効果を現地に落とす、うんうん、でお土産も大量に買ってくるみたいな形にすればですね、うん、大変地方も潤うし、うん個人も好きな場所に行って、まあ出張行くっていうのはまあ社名で行くからそれが嫌いな場所かもしれないけど、うんそういう、 こう楽しさがあると、まあ、結果的にその場所が好きになるってケースも多分あると思うん で、 でキーワードはやっぱりワーケーションの、 キーワードっていうのは社員が好きな場所に行ってワークすることで最大の生産性を上げるというふうに置き換えればですねワーケーションも進むんじゃないかなというふうには思いますね。楽しいことって楽しいこと共感されやすいですよね。そうなんですよ。でそれがモチベーションになって、うん、次の仕事とかそういったのにやっぱり生きるんで、なんかそれが基本だと思いますよね、うん、やっぱし楽しむことっていいですか。はい、はい、どうぞ。あ、すいません。私7年前なんですけども、はい、その取材して回ってる時に、うんはい、必ず旅館ホテル泊まるんですね、うん、で泊まると結構老舗の旅館とかが多いんですよね、はい、であるところに行った時におかみさんがものすごい働いてるわけですよ一人で、うんうん、夜中まで、うん、で最後1時ぐらいかな終わって、うん、それからお風呂に入られてお風呂上がってそして今度は次の日の準備をするわけですね、うん、で今度次の日の朝の朝食の準備があるのでまた3時とか4時に起きるんですよ、うん、どうするんだろうこれって生きていけるんかいって思うぐらい心配したんですね、うんうん、でも今度は、宿泊者が突然来ると、はい、そうすると雇用ができない、うん、近所のおばさんたちをパートで雇ってる、うん、でもその方々も急に言われても困ることもあるわけなんですね、うん、そこで、私とその書斎システムと考えたんです、はい、部屋を書斎として貸し出してくれと、うん、1ヶ月丸々1ヶ月を例えば20の部屋があったんですけども、まあ、地方だったので月にじゃあ部屋の広さで5万とか、うん、行っても行かなくても5万とかね。そうすると、うん、例えば10のお部屋をそのまま出せば50万の収益が上がるわけですよね、うん、使っても使わなくても。でも今度借りる側としては行っても行かない あそこに私の部屋があると、物も置けるし自分の部屋がある。でそれを月ごといろんなところにこう行くことができると、その間に地域を知ることができ、先ほど鈴木さんおっしゃったみたいに地域のものを食べる買う、そこにお金が落ちるっていうことが生まれる。でも果たしてここに移住するかっていうのは1ヶ月試し期間でずっと回っていきながら、最終的にはその移住するところを決めていったり、でここにこの海外の人も同じっていうような、そのとりあえずってなくとにかく一月吸ってみなきゃわからない地域っていう、そういうのをどんどん活用していくことができるようになると、自然と日本の中を人が自分の体調とか自分の性格に合ったところに自分の持ち場を探すことができて、企業としてもじゃあそこを借りるかと、企業としてで社員も選んでいいよっていうようなことがこう生まれてくると、非常にこう何でしょうね、 BCP としてもそのいざという時に社員もそこに行かせるとか、いろんなことができるし、出先で被災したらあそこに部屋があるからあそこに行きなさいっていうような活用方法もできたりとか、
なんか社員で、うん、今日お前どこにいるんだみたいな感じから会話が始まって、うん、だけど仕事はちゃんと生産性は上がっていくって言ったら面白いですね、うんうん、本当にそれが、まあうん、だから多分そういうサービスは、うん、あの有田さんもされて、特にあの旅館とかっていうことでされる、うん、であとはまあ、 あのノマドワーカーのためのっていうのはもうすでにサービス始まってるし、うんうん、あの世界でもあります、うん、でただそれはその11月11日は独身の日だって大セールを中国はやってますけど、とにかくその非常に単身だったら分かりやすいんですけど、みんな家族を作ってるし、住む場所もあれば、お子さんは学校があってという感じですね。でそれがいろいろな形で少しずつ DX していかないとこれは成立しないと、うんうん、ですからそのワーケーションって社員だけのことを考えててもダメで、うん、逆に言えばこうステイホームで全部家に入れられた時にやっぱみんなあの家庭崩壊が起きてですね、うん、常に起きてないことが起きちゃってるわけですから、逆に言えばワーケーションでもいて、旦那奥様の分かんないですけどその従業員の人をどっかで働いてもらった方がいい、うん、あの出てってそこで働いてもらった方がいいかもしれないし、家庭的にはただ お子さんだって学校があると、ただその学校が例えば N 校か S 校か分かんないですけど、そういうその完全ネットで、うん、あのそういう環境にあれば、うん、むしろそこに行ってそこに森の幼稚園とか、うん、すごい そういうこの PBL 教育をいっぱいやってるところがあったらそれはいいわけですから、まあ、いろんな方面で、まあ、の変化する前提であればもう素晴らしくかん、あのいろんな産業が起きます。それから自治体側もいろんな、うん、動き方ができると。でそうなるとどこにいるか分かんない、うん、ということは、自治体側は税金でそういうサービスを出してます、うん、で税金がそのどこに住んでるか分からなくてどこで病気するか分かんなかったら自治体も困るでしょうと、うん、まあ、そういう時ぐらいが多分ふるさと納税 の、うん、あの調整機能っていうのがあり得る話でして、うん、要するにこう、もともとは移住人の数で全部財政がばらまかれてます。ただ、そうすると人の数だけでは分からないし、その人一人一人の生産性が違うわけですから、うん、貢献度、それはお金で測れる貢献度もあればそうじゃない周りに素晴らしい影響を与えるというカリスマという影響度もあるわけですから、そうするとその人一人できちっとこう財政的に作るあたりでも、人はそうじゃないところで動きますと。でそうじゃないところで動いた仕組みものをあの財政税金の側でもしっかり捉えた方が本当は良くて、まあ、そういうところにこのふるさと納税の企業版とか個人版の寄付の仕組みっていうのをうまく調整したものが活用されればですね、うん、まあ、それは多分世界には例がないので、うん、まあ、日本モデルというんじゃないかなと。なるほど。今のね、有馬さんのおっしゃられてるその旅館っていうか、あの何が良いかっていうと泊まれるんですよ、うん、ワーケーションでいうとワークの場所だけがあったりするので泊まる場所もまた考えなきゃいけないことって結構あるんです。だから今のその旅館のシステムが良くて、でワークだと今だと働く場所のサブスクリプションで月額いくら払えば働ける、どこのビルに行け、どこの会議室使えるとか、例えばこの WeWork もあの先日発表されたのは月4万ぐらい払うと全国どこの WeWork でも仕事できますよというところがあって、働く場所はあのこういう流れでおそらく今後ももっともっと増えてくる、ただ今度じゃあ泊まる場所はどうなったとかっていうところもあって、でだから例えば行政とかの改革も一緒にやるとすれば土日と深夜はどうなったと、そうすると働く自由があるのであれば土日のその土曜日日曜日に休みっていう概念も一回外せるんじゃないかと。で働く時間も例えば5時とか6時までじゃなくて別に24時間例えば1日8時間働きましょうって形にすれば、別にじゃあ深夜どうだとか早朝がどうだとか昼間がどうだっていう括りがないわけです。そうすると働きたい時に働くことができますという形にすれば、もっとこのワーケーションであったり働き方学びっていうのはもっと楽にできるんじゃないかなと。で今の、ね、有馬さんの話になると、例えば週末にじゃあ旅館で泊まれるワークできるとかありますと、両方できるとかありますって言ったら、学校は例えばじゃあ土日は休みにしましょうって言った時に、じゃあ家族は
週末土日ですね、旅館に行って休んだり遊んだりできますと。で、まあ、働く人はそこで働いてもいいですと、家族ごとの移動ができるわけですよ、ね、だからそういうことも含めると土日の在り方であったりその働く時間の在り方っていうところをもう少し柔軟にしていくとより良いあの学びであったり働き方っていうのができるんじゃないかっていうことがあります、ね、非常に面白いですね。それをやろうとした時にすごい自由度が増していいなと思う反面、こう自分で全部決めるっていうことがその次の段階で必要になってきてますよね、うん、でそれが今回のコロナでちょっと見えてきたと思うんですけど、案外それ苦手な人も結構多いんじゃないかなって、決めてもらった方が楽だっていう、働く場所だとか働く時間だとかっていうところもあるなっていうの現実的なところを私見た時に、そこってやっぱりまた教育の話に戻っちゃうんですけど、小さい頃から自分にその場所とか時間的なことを考えて決めるっていうことの、まあ、トレーニングって言っていいのか分かんないんですけど、そういうふうに考える癖をつけとくっていうのも結構これからは大事になってくるのかなと思って、だから今回のことをきっかけにそれこそ全体的にそのさっきの土日の話も含め働く場所の話も含め、私はあともう一個企業の中で結構大きく変わるだろうなと思ってるのが転勤っていうのが、多分これって一体意味あるのっていうふうに言ってる人が周りに何人かいらっしゃるんですよね。で例えばその大阪本社から名古屋に転勤になったんだけれども、別に大阪の前の家にいても仕事できたよねこれで、会社に出社することが禁止になっちゃったりした場合にですね、っていうようなことも実際に起こったりとかしているので、働く場所それからまあ学ぶも含めてですよね、場所も時間も全部自由にするっていうことであれば、それにあらかじめなんていうのか、そういう意思決定ができるように、まあ私たち大人も変わっていかなくちゃいけないですし、まあましてやこれからねこう社会に出てくる子どもたちにはそういったことをこう 自立的に考える、主体的に考えるということは、うん、まあ、これまで以上に必要になってくるのかなっていうのをすごく感じているんですよね。その辺の働きかけでどういうふうにやったらいいとか、あるいは今やってらっしゃるとかってありますか？どうでしょうね、こう今在宅が非常に増えて、そうすると個人がもっともっと今までと違う組織の中にいたからこそ認められてた人とか、多分この人はこの人を支えるためのこの力があった人とか、みんなそれぞれあったと思うんですよね。でその方々がもうバラバラに個人が評価される時代にどんどん今変わってきた。で、当然通勤時間もなくなっていくわけなので、経済的に効果もね出てきたのもあると思うんですけども、多分教育の部分としてなんかですね、子どもたちの学校の在り方がどんどん変わるような気がしますね、うんうん、だから多分そこが今世界中、特に日本もそうですけども、根本的なところが大きくこうフラットで変わろうとしている、それを私たちが今こう議論できるっていうのはものすごく幸せなことかもしれないなって勝手に今思ってしまいました。いやだから今もあれですね、小学校中学校もこのコロナによってですね、海外の授業を受け始めてる子とかも出てきていっぱい出てきてるわけですね。でやっぱりアメリカとかヨーロッパもその、例えば2ヶ月とか3ヶ月だけ区切って講義をしてくれるカリキュラムとかもあるんですよ、ね、だそこに入っちゃってると、だからそれを知ってる知らないでも全然違いますし、できるできないって差もいもうすでに生まれてるところ、だから全体的にその例えばマネジメント力なわけですよ ね、うん、ね、会社だったらその社員たちのマネジメントをいかにするかと、だかそこにワーケーションがちゃんと入ってくればよい、で家族は家族の家庭のマネジメントをすると、だそれは別に旦那さんの奥さんまでも、例えば子供がもちろんマネジメントしてもいいわけで、そういうなんかマネジメント教育みたいなっていうところが、もう始まってはいるんですよ、もう何年も前から、ただそれがもう少し、表に大きく出てきて、でどうするかっていう考え方っていうところをもっと学べる場っていうのが出てくると非常にいいのかなと。そうですよね、そういった意味でちょっと現場、教育の現場がこう変わっていかなきゃいけないのが、今まではこう理論から入ってそれを使って課題を解決するみたいな方向性だったんですけど、まず課題にぶち当たってから、そこから理論、どういった理論を使っていくのかっていう方向性にこう変化していかなきゃいけないのかなと実は思っています。で、まあ、ワーケーションに引っ掛けると、さっきの修学旅行ネタも引っ掛けて、地方に行った場合にですね、そこの地域の
課題を発信する情報ポストがあってほしいなと。あ、なるほど、なるほど。出張に行った時に遊んで飲み歩いてたけど、そのお店の問題点課題がポッと二次元バーコードで出てきたら、それを飲みながら解決しよう。起きたらちょっと面白いなと。面白いですね。今あのみんないいとこばっかり言うんですよ、うんうんうん、悪いとこ隠しちゃう、ね、災害なんて一番そういう最たるものですよ、うんうん、なるべく隠しといて、いきなり起きたらどうしましょうみたいなことになってるんだけど、それきちっと出しておいて、そこにまたその課題に対して解決した実績があるはずなんですよね。その実績も、例えばこの橋はその当時の企業のこういったお金でできましたみたいな情報がですね、ささっといって、その地域に現場に行った目で確認ができたら、なんか楽しくないですか。でも非常にそうだと思います、ね、その災害なんか特にそのことが起きて、今もう隠されてる分って、だからあの日本はってさっきねおっしゃいましたが、いやいやもう日本はものすごい遅れてるわけですよ。であのこれじゃ あの本当に良くなくて、でもそれが当たり前として、今のこの災害対応がね当たり前として私たちは見てるけども、とんでもない状況なんですよね。でもこれを否定するわけではなくて、今までも それしか方法がなかった。でそこにいろんな情報が取れるようになり、そうすると解決法がどんどん出てくるわけですよね。で、地域にお金がどれだけ落ちるかとか、ちょっと話それるかもしれませんけども、例えば災害が起きた時にパーッと名前が、自治体名がメディアでバンバン出るでしょ、でも全く出ない自治体名もあるわけですよ、被災してるけど。でもその時に皆さんが自治体に寄付をするのは、やっぱりこう名前が目立ってるところについついお金を出したがる。これはもうなんか、でもここに一つ裏があるわけですよね。いかに首長さんが、あの市長さんのね、トップがメディアをうまく活用できてるかどうかなんですよ。これでお金の入り方も全く違うっていうことをやっぱり知っておかなきゃいけないっていうこととか、あのやっぱ表に出ない部分っていうの山ほど、うん、課題がいっぱい、でもそれをいい形で解決するのが今本当にやらなきゃいけないことですね。だからあの SDGs も課題が整理されて並べられてて、まあ、一応世界的に並べられるようになってますと。でそのまさに災害は、あの課題の方向になるし、まあ、戦争でもそうかもしれないですけど、まあ、そういうものはその、まあ、学びにはいいですし、研修としてもいいし、経営戦略としても、要するにそういう方向だということですね。でまさに柳沢さんおっしゃったように、まあ、飲みながら、まあ、店の課題でもいいし、場所の課題でもいいし、そんなのは多分自治体がやろうと思ったらいくらでもあるはずで、まあ、SDGs そのものだってパブリックの目標ですけど、パブリックじゃ解決できないから皆さんお願いしますって言ってるわけですから、細かいレベルでそういうのお願いしますがってですね、いや本当に橋かけたいなとなったら個人版ふるさと納税でも寄付は集まるかもしれませんし、企業として必要だとなればそこトップマネジメントと、まあ、株主のチェックもあるでしょうけど、まあ、そういう意味でのお金の動きも出てくるので、なんかすごく面白いなと。で災害っていうとですね、やっぱりこう、世界から見ると唯一日本が認められてるのは、多分これだけ災害は一番日本が多いよねということですね。ですから、まあ、普通言えばそんなところに、企業を持ってかないよねになるんですけど、ただそれに、すごく対応したものがある。例えばどっかホテルでもですね、泊まってたらそこだけじゃなくて、何か起きたら対になって安全な場所を必ず日本のホテルは持ってるんだとなったら、これほど安全なところはなくなります。だから世界中が大きく変動によって災害がいつ起きてもおかしくなっている中で、災害は確かに日本は多いんだけど、それに対応して DX 化なんかですね、例えばそういうふうになってるとなれば、逆にそういうところのコミュニティとしての日本を選んでいただくチャンスがあるかもしれないとは思います。そうですよね、日本は世界の中で一番東京が危険な場所、世界の中で一番危険な場所なわけです。なのでそういう場所にあり、まあ、オリンピックもこれからどうなるかっていうのもありますけれども、でインバウンド海外からたくさん呼びない、しかしおっしゃる通り、あんな危険なところに行けるかと。でも違うんだ、そんな危険な場所なんだけれども、一番日本は何かが起きたとかこれだけ対応できるよっていう、それが出来上がってる国
っていうことを世界に向けて一番訴えることができるわけなんですね。だからビジネスにしても何にしてもそのベースができているからこそ守れるし、さらなる発展性があるよ、そういう日本だよっていうことを私たちはこう出していかなきゃいけない。そこにその教育であったりとかいろんなものがそこにこう生まれてきて、でお金の使い方、生かし方っていうふうに思うんですね。で災害は自治体、さっき自治体の話してましたけど、一箇所じゃないわけですよ、広域なわけですよね。もう本当にその、ね、港区だけではなくて災害中央区も、もう本当にバラバラに面として災害が起きてしまう。その時にそこの自治体の部分でないと支援が受けられないのかってなったら、これもおかしな話で、面として広域として全てにおいて日本は対応できる国なんだというようなのがすごく重要だ、そうですね。だからそこに今度はですね、管理できる、マネジメントできるかっていうのが一番ですよ。で、そうするとまた戻りますけど、やっぱりこの、個人の情報、それから法人の情報っていうのがしっかりそのブロックチェーンなんかですね、守れた形で管理される。で、例えばこう医療情報なんか当たり前に、アレルギーがあるかとか、副作用弱い薬はないかとかですね、そんなのはまあとっさに出てこないわけですから、そういうものはまずは整理されてなきゃいけないし、教育だったら今までの教育でもそうですし、企業としたってサプライチェーンがどういうふうに流れているかとかですね、そういうのだって誰もこの盗み見できない形でしっかり整理されておけば、それほどレジリエントで強靭で災害に強いことはないし、平時にもそれはこう価値として作っていくことができるということができると思います、では最後に、鈴木さんと有馬さんに、このワーケーションについて、一言メッセージ的な部分をいただければと思います。それではまず鈴木さんからお願いします。はい、ワーケーションはまだ言葉として出てきて間がないということで、いろんな方々がですね、いろんな考えを持ってて、これっていう正式なものはまだ確立されてないという状況だと思います。ですから分かりやすく言えば、多分今ワーケーション 1.0 ぐらいの状況だと思います。いずれそれが 2.0、3.0 になると思います。で、最終的にはワーク&バケーションが定着するのがワーケーション 5.0 ぐらいの時代になると思います。段階を踏まないといけないなと。で、今はどうなんだっていうところで言えば、多分ですね、社員の、企業から見た場合、社員が自分の好きな場所で行くことによって、いい環境になって、そこで、ワークすれば最大のパフォーマンスが出るっていうところから入ればですね、入りやすいかなと。で、いきなりバケーションを取らないといけないっていうところから入っちゃうと、制度面、この制度面が多分確立されるまで3年ぐらい、多分かかると思うんですね。労災とか、いろんな問題がかあると思います。ですから、それまでに何ができるかっていうところで言えば、まず社員が好きなところで、ワークできる環境と。これは今回コロナであぶり出された、とにかくテレワークやれと、自宅でやれということで、あんまり環境の良くない自宅でやるケース、そういう人がかなり多いっていうふうに聞いてますので、やっぱりそうじゃなくて、自分の好きな場所で、自分の好きなことをやる、ワークをやるというふうにやっぱり考えれば、ワーケーションは少しずつ進化、浸透していくんじゃないかなというふうに。それでは、はい、災害とは私たちは共存しなきゃいけないと思っています。で、常に当たり前の中、生活の中に入れ込んで、自分たちはどうやってこれから生きていくのかとか、で、どういう働き方をするのかっていう部分を、最悪のことを常に頭に入れて行動を起こしていく。だからそうすると、私たちは何をやらなきゃいけないのか、何を準備しておかなきゃいけないのか、こうなった時には何を準備しておかなきゃ、それがどんどん見えるようになると、おのずと何を選んでどういうふうにして、どういう行動をとっていくかというのが見えるようになってくると思うんですね。なので、こう特にこうこの日本で暮らす、生きていくっていう時には、共存するっていうことを意識して行くべきだなということを思っています。ありがとうございます。
まああのまあ、我々の常識が大きく覆されたこの、まあ、コロナ、うん、ショックで、やっぱしこのワーケーションというのは一つのやっぱ大きい転換期のワードになってくるかもしれませんね、うん、まあ、そういう期待も込めて、まあ、今後もですね議論していければと思います。はい、今回のテーマは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。